ここここ耳となってた今日、うん、どうもこんばんは私エキノコックス佐藤と申します。よろしくお願いします。うん、今日の今日のエキノコックス佐藤の配信は特に何も予定されておりません,、うん。特に話すこともありません。はい。エキノコックス佐藤です。はい。よろしくお願いします。はい。こんばんは。よろしくお願いします。 はい、やっていきますけれども皆さんよろしくお願いします。はい、エキノコックス佐藤です。はい、名前、名前解明しました。私、今日からエキノコックス佐藤と申しますけれども、よろしくお願いします。はい、うんと、うん、こんばんは。じゃじゃーん、じゃ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 ーん、じゃん、じゃじゃじゃーん、じゃ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 ,じゃ,じゃーん。はい 何でしたっけタバコのひこれタバコすっげえ吸えないんだけどこれなんだろう巻きすぎた巻き強すぎたのかな全然煙が出てこない何これ全然煙が出てこないうん 何これ何何が悪いこれ何が悪いちょっとほぐすかああ詰めすぎてるわこれああ詰めすぎてたちょっとほぐしてる今うんこれで入ってくるかな微妙なんか道端アンジェリカが MDMA 所持で捕まってたね <laughs> 見た、うん、道端なんだっけ なんかアンジェリカだっけうんうん,なんかあの辺捕まり始めるともう終わりだよねわあ髪燃えてたあ道端アンジェリカじゃなくてジェシカかあごめんなさいじゃああとで直しておきますタイトル、うん、ジェシカか、うん、ジェシカの方かアンジェリカアンジェリカっつっちゃったやばいめっちゃ前髪燃えてる 嘘だろ嘘だろパーマでよかった。うん、前髪束で燃えてるじゃねえか。さっきのライターだ。うん、前髪が束で燃えとる。うんうん、親は捕まったの知らんかったらしい。 いや俺前髪燃えたの知らんかったんだけどうんまあそんなも、うんアンジェリカは恐喝え両方とも捕まったのえっ何通姉妹なんそれ本当うんそれ本当アンジェリカの方本当の話うんうんマジで道端道端あのー、なんだっけ 道端なんか小銭拾いみたいなやつ <laughs> でも今日ダメだうんえアンジェリカ昔恐喝で使うえめちゃめちゃやばい何何スラム街に育ったのその姉妹ところでうんうでしょスラム街うん、うん、毛が燃えたる匂いがする、うん、せんべいみたいな匂いがするわこれ、うんうん、何道端姉妹はそんなやばい姉妹なの 何やん川崎育ちうん俺は東京生まれヒップホップ育ちなの道端三姉妹やばくねうん三姉妹っつったってあと一人誰ようんあと一人誰っていうか全くこれ据えない全く据えねえうん今日相談道端カレンあわ分かんないカレンって人 うん、ジェシカジェ、うん、う誰か知らねえしんでタバコ吸えねえからもうこれ捨てたわ普通に髪の毛がなんかちょっと大丈夫普通にうんちょっとやばいな前髪こうやって下ろしてっからいけねえんだよこんなもんこうやってこうやって火つける毎回うん OK、うん。カレンはナチュラルで筋肉もりもりゴリラじゃん。じゃあ、うん、じゃゴリラ、それ、多分。うん。まあまあ、道端アンジェリカでもいいか、タイトル、めんどくせえから。うん、で、まあまあ、一応、今日相談あるんですけど、なんかちょっとよくわかんないんで、先にやっておいていいですか、これ、消化しといて、うんあの。僕の表情見て、察してください、うん、はい。 えーっとまあ今日今日の相談ですけれどもえー、これですね、うん、まあこのめんどくせえんだけどな普通にうーんああ多分ねあの100%パこれこの今今日送ってくれた人聞いてますこの猫、ね、のアイコンの人相談予約できますかよくわからないのでどうしたらいいですか これリスなんですけど、プーさんに相談したいなと思いました。内容を書けばいいですか？うん。この人聞いてます。まあ、聞いてないっすよね。多分ね。うんはあ、俺、正直この人相手にする気がないんですよね。うん、正直相手にする気がないっす。 えー、相談予約できますかよくわからないのでどうしたらいいですかこれでスなんですけどプーさんに相談したいなと思いましたこれが17時55分に来てるんですけどでそれで19時7分に、えー、内容を書けばいいのですか、えー、で19時24分「うつです助けて」はい、で20時37分「未読」ひらがなでで38分「ツイキャスしてないー」気象「記者」 普通に気色ないっすかえ俺普通に LINE のところに俺注意あの,あの相談相談のするときどうしたらいいか書いてあるんですけどね全部この癖気持ち悪いこいつこういうねなんか助けてみたいなのだけポンって送ってくるやつ本当に無理よ俺なんかうん100%どうしようもないからねうん100%どうしようもないんではいっていうことでございましたはい まあリアルタイム見てないんでもう何ともしょうがないです。と、はい、いうことでございます、うん。これ多分あれじゃないかななんか、あのー、この前さなんかあのー「0時あの相談はまあ0時までなんで」つってさいう,いう話したらさそしたらさなんか冷たいみたいなこと言ってきたやつなんか言って,て言ってきたやついたじゃんなんか確か知らねえよクソごみがおめ,のおめえの都合でお前全部やるわけにい,いんだろカスがお前。 あいいよ。その、その相談も乗るま、乗る前に答え出てるしね。うん。お前のその性格のせいっていう。<laughs> ね。お前のその性格のせいだっていう。うん、もう答え出てる。乗る前から。<laughs> マジで。超イージーゲーム。うん。っていうね。まあそういうことでございました。はい。マジ気持ち悪いっす。俺、返信、LINE 返信しないって書いてあるしね、普通に。うん。え、俺書いてあるよね。確か。書いてないっけ あちなみに今日ブツブツ言わないですかマイク大丈夫そうすか多分やっぱりね昨日ね何人か言ってたけどなんか回線がなんじゃらかんじゃらっつってた人いたじゃん俺もそれな気がしてきた普通に、うん、回線な気がする、うん、昨日あの後ツイキャス行ってツイキャスで配信してたら普通に問題なかったからうんそうそうっていうね大丈夫ほんとよかったでえっ、ー、となんだっけ俺何の,話何の話しようとしたんだけど今何を調べようとしたんだっけ俺今 LINE じゃないスマホで何しようとしたのっけ俺うん今日大丈夫あれやっとう、うんということでえっ、ー、と何でしたっけ俺今日何,何を今し道端アンジェリカじゃない何だっけ俺何調べようとしたんだっけ俺今 <laughs> 何だっけ俺端末何しようとしたんだっけか ああそうだ自分のツイッターだあ,あそうそうそう俺の自分のツイッターを見に行こうとしたんだでも俺書いてあった気がすっけんな普通にえていうかこの端末ツイッター使えない端末やんけボゲーあっかっきしょいなツイッター使えない端末があるねん俺 <laughs> ツイッターのアカウント端末番くらってるアカウントがあるね だから、これその端末でもう、ツイッター一切アクセスできないみたいな端末あんねん。すいません、本当に。えっと、何でしたっけえっと、イケメン神様プーですか誰だ、そいつ。イケメン神様プーって誰だうん、固定ツイートに、えー、相談は LINE かツイキャスコラボで受け付けています。DM 相談は基本受け付けています。特例を除き返信はしません。ツイキャス配信内で回答します。あ、ツイキャス配信内ね。 あツイキャス配信内でって書いてあるな確かにここ更新しなきゃダメかうんああ LINE のメッセージのとこあ確かに俺の LINE のアカウントのところに何か書いてあるなそういえばうん YouTube からツイキャスからほぼ全ての SNS 書いてるまあ確かに概要欄にねうん明日17時までふわっち米番になったいや知らんしお前がキモいからだお前それは お前がキモい人生送ってるからお前フワッフワッチなんかなんぞお前見るんでまず気臭いなお前はまず気臭いねんそこがおフワッチ見てるやつ大体気臭いっていうお前俺の中のお前定説があるねわかるかお前うんあちなみにちなみにこれご本人にも俺お話ししてないですけどえっと昨日の相談あったじゃないですか昨日の相談あ昨日見てくださってない方はまああれですけど文章での返信しません書いてるよねそうそう っていう,ね、うんまあまあそんでそれでですねえっ、ー、と昨日の相談見てくださってた方いますかね昨日も昨日見てくださってた方いますえー、まあい,いるか分かんないですけどあのアーカイブ見てくださありがとうございますうんあのまあ昨日相談あったんですけどあの昨日これ昨日の相談解決してるのは分かってくださってる人いますえー、き昨日の 相談はあれが解決なんすよっていうところまでたどり着いてる人いますかなんか、まあ、最終的に僕もまあねあの解決うまくこうできなくて申し訳ありませんでしたみたいなことを何か言ってたんですけど多分あれが解決なんですよどういうことかっていうとまあご本人がまあ今た多分き聞いてるか聞いてないか分かんないですけど。 多分あれが解決なんですよ何かっていうと何を相談しに来たかっていうとまあ自分の中でもご自身の中でもですねあれはあのー、昨日のパターンの場合はあのまあ自分と向き合うトラウマとトラウマを克服するには自分と向き合うことだってことをご自身も分かっていてうんで分かっていた上であ聞いてくださってるあ本当ですかそう分かっていた上であのー、僕に。 なんか僕だったらもしかしたら裏技的なことを知ってるかもしれないなっていう向き合う以外の方法を何かこう知ってるんじゃないかなっていうところであの,の話なんですよ。で僕もそこまあ僕もずっと考え続けてるんですけどっていう。で僕も実はそれ以外の方法向き合う以外の方法は僕は知りませんっていうお話をさせていただいてでそれがある意味。 わかりましたじゃあ自分の中でやっぱりやっぱりじゃあ自分このトラウマと戦うためには自分と向き合うしかないんですねっていうお話だったんですよ。だからあそこで答えが出なくても俺がその裏技的なことをも裏技的な方法を持っていないっていうところがある意味答えなんでだからあれ昨日の相談としてはそのトラウマをどうやったらなくすかっていうことでは あの解決してないんですけどあの昨日の相談内容としては解決してるんですよ実は。っていうそうです言葉が足りずすみませんいや全然全然足り,足りないことはないよ足りないことはない多分だから俺とあなたとあと何人かしか多分気づいてなかったと思うけどそうっていう、うん、全然言葉足り足らな,かなかったよ全然大丈夫でした。はい、っていうねはい。だからあの もしかしたら俺だったらその裏技的なものを持ってるかもしれないなっていう淡い期待を抱いて相談に来てくれたんですよ。なので僕は「持ってない」っていう答えを出した時点で解決したんですよある意味。じゃあ分かりましたこれからは自分と向き合う作業をしていきますっていうことではい分かってました <laughs> ついてきてくださってました皆さん。はい、そういういことなんですよね なので解決はしたんです相談としてはトラウマを克服する作業としては解決してないですけどあのー、はいあの相談としては解決してるんですよっていう何、うん、ですか,むか難しいですか <laughs> っていうねまあそういうことがありましたよっていう、はい、まあまあ一応ご説明ということでございましたけれどもなので、えー、解決はちゃんとしてますっていう <laughs> はい。っていうね、ことでございますよ、皆さん。はい。あの、そこだけご理解いただけたら、えー、よろしくお願いします。うん、えー。ということでございました。はい。っていうね、まあ、そうですね。辛い、大変な作業ですけど、えー、応援しております。また行き詰まったらいつでも LINE ください。 はい。ということでございました。急にごめんなさいね。あの、昨日の話題をなんか自分、僕の方から出しちゃって申し訳なかったんですけど。はい。という、えー、ことでございます。ありがとうございました。ああ、タバコ今途中だったのに、吸ってる途中だったのに、灰皿の中にポチョンって落ちた。ああ、積んだ。ああ、もう死にたい。ああ、死にたい。あたい死にたい。てか、マジ、あのー、あれだからね。うん、あのー、何でしたっけあれってどれなん <laughs> だっけ俺今何の話でしたっけあー俺もう最近もうガ,ガチで置いてるわ。ガチで置いてる、俺。 もうちょっと自分で何喋ろうとしたか秒で忘れるわ。うん、どうしたらいいんだろう、これ、うん。もうアルツハイマーかな。うん、本当に。分かんないけど。うん、そう。ああ、配信してる。あこいつじゃね多分うん。なんかよく分かんないけど。LINE 送ってきた人。うん。これやっぱそうだよね。こいつだよね。うん。なんか気持ち悪いって思った LINE か。うん。はっきり言って。申し訳ないですけど。 はい、あんまり相談乗りたくないっすね、うん。あんまり相談乗りたくないっす。それでも相談乗,り乗ってほしいって言うんだったらいくらでも聞きますけど、はい、LINE 送っていただければ。はいっていうね昨夜の女性時間はかかるけど自分を、うん、こいつえっ気象こいつねやっぱ気象いでしょ、うん、ね気象いいでしょこいつねやっぱりっしょ、うん、だってそうじゃんえ言おうかねえ。 打つです、助けて。バカじゃないの内容かけって書いてあるだろ、ボーゲナスが。で、文章での返信しねって書いてあるだろ、ゴミが、お前。文字も読めねえのか、カス。しょうもねえ。なんでお前文字も読めねえ、チンパンジーの相手しなきゃいけんな、こっちは。乗りたくなければもういいです。ああ、そうですか。じゃあ、去ってください。さよなら。はい、ということでね。うん。気持ち悪。ね、やっぱ気持ち悪かった。普通に超気持ち悪かった。うん。っていうね。うーん まあそういういいことでです、はい、超気持ち悪いんでやっぱりやっぱり僕の僕レベルになってくるとやっぱりねあのすぐ分かるんですよ気持ち悪いやつと気持ち悪くないやつはい秒で分かるんで僕レベルになるとはいっていうねうん <laughs> そういうことですねありがとうございましたはいプロなんで僕はい僕プロなんでもうねあのー、文章を見りゃ大体こいつがキモいかキモくないか一瞬で分かるんで いいうことでございますあと通話の時とかもあの第一声聞けば大体キモいかキモくないか大体分かります僕、はい、あの僕レベルになってくると、はい、そういうことなんで「あこの,この声もうダメだわ」ってなるからこれ、うん、普通に。 でねだいたいねこういうやつはねなんかねあのノックのところとかねミヤマンのところとか行ってねあのプーにこんなこと言われましたっていうのを明日やるんだよねマジで見てて見ててマジ明日あのツイキャスでねヤミーっていう配信者がいるんだけどヤミーっていう配信者が今今日裏でノックやってたらノックのところに聞いてくださいノックさん。 あのプーさんに相談しようと思ったらなんか「あのー、キモい」って言われたんですけど「ひどくないですか?」っていうクソみたいなマジでまだいたまだいたんだけど普通にいなくなってほしい、うん、勘弁してほしい普通に、うん、あのー、分かります本当にもうじゃあいいっすよ別にじゃあ相談乗りますよ何すか通話がいいんすか 通話がいいなら通話かけてくださいじゃあうんはいまあもうもういいですって言うんだったら別にいいですけどはいまだいるんでまだいるってことはどうなのかなと思って全然通話かけるなら通話どうぞうん <laughs> <laughs> はい全然いいっすようまくかけなくてすみません いやうまく書けないっていう話じゃないんですよね僕文章が下手とかっていう話してるんじゃないんですよ全然僕そういう話してるんじゃないんですよねだからまずそこも理解できてないんですよね、まあ、別にだから相談乗るなら乗,る乗りますよじゃあ全然相談するなら乗りますよはいかけてください通話 <laughs> はい全然いいっすよどうぞ 別に相談相談しなくて相談乗らなくていいって言うんだったらもうあのもううるさいんですうるさいんでっていううん私はキモいでしょうか <laughs> どういうこと何私はキモいでしょうかってうんそれは分かりますけど究極でもうじゃあもうあの書けるか書けないかではい。もしかけないんだったらもうその,その後のコメントスルーしますはいあのすげえ邪魔な邪魔なだけなんでうん どうしますはい。<laughs> っていうかこの人じゃなかったっけ12時過ぎてさなんかさ「あの俺相談は12時までなんで」って言ったらさあの締め切り相談の12時相談締め切り12時までなんでっつって言ったらさそしたらさ「冷たい」とか言って言ったのはこいつじゃなかったっけ多分。うん。そう。 なん,なんでてめえの都合に合わせなきゃいけないの防御がよっていう話でね。うん。なんか知るかっていう話でね。2日前のアーカイブ見たけど、12時以降は相談乗らないって言ったらし、あ、シビアだねか。あ、シビアだね。はいはいはい。ほんとしょうもないよね。マジでね。うん。そうそうそう。それ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 。その人。マジで。だからもうその時点でキモかったんだよね。普通に。うん、っていう。 ああまあまあコメントしないしなくなったんでじゃあまあ相談いらないってことでしょうはいということで相談終わりますはいっていうことですまあ本当にでもちょっと僕の方もまたあの YouTube ライブに戻ってきたんではいまた戻ってきてるんでうんそこまで言わないでもは <laughs> はい そこまで言ってますまあそこまで言ってるか <laughs>。じゃあごめんなさい。はい。はい。なので、うん。そういうことです。終わりです。はい。ということでね。<laughs> まあ、キモいとか言ってるからね、俺。<laughs> ごめんなさい。じゃあ、ごめんなさい。はい。以上です。はい。ということでね。うん。そういうことでございました。よいしょ。あー。 そうだから道端道端うんあんまりやり方が分からなくてだからやり方が分からないの問題じゃないっていう話なんだけどだからどうすんすか相談やるんすかやらないんすかもうやるんだったらもういきなり今通話かけてきてください。はいっていううんでそれ以上なんかコメントするんだったらもうふる,るしかとしますはい相談に乗ってほしいっていうことであれば通話かけてきてください で、コメントはもう今後、これ以上は読みません。はい。っていう。で、次、コメント、あの通話じゃなくてコメントになった場合は、えっ、ー、と、ワンチャン邪魔なんでブロックします。はい。ずっと多分それやり続けるんで、あなた。うん。っていうことっす。はい。シンプルに邪魔なんで。はい。なので、通話をかけるのか、えー、去るのかっていう選択肢ですかね。はい。 かまあ、黙ってみるか、ど,どれかですね。はい。っていう、どれかですね。うん。どれかでございます。はい。<laughs> あ、どれでもないっすか。あ、どれでもないんだったら、僕、道端の話していいっすか。<laughs> うん。道端、道端、トンジェリカの話していいっすか、マジ。うん、そう。っていうね。うん道端、トンジェリカの話していいっすか、僕。う、え、ん、ー 相談うんそれは聞,け聞こえてると思う、うん、こんばんは道端トンジェリカの話していいですか僕僕道端まあ世間では道端三姉妹と言われてますけど僕あの道端兄弟の中のあの末っ子の長男なんですよ僕道端僕道端プーっていう名前なんで本名はいだもう僕、あのー、隠し子なんですよ うん、道端家の隠し玉って呼ばれてるんですけど何で急にそんなくだらない話し始めた俺何 <laughs> でそんな,なんで俺そんな急になんかあの <laughs> 見切り発車のくだらない話し出したの俺今 <laughs> ちょっと意味わかんないんだけどマジで <laughs> 誰か助けてほしい本当に、うん、本んに助けてほしいマジでいやでもそうあの 分からん俺もちょっとよく分かんない、うん。何が始まったのか俺もちょっとよく分かんなかったわ。うん、いやでもねマジでね今日はね結構運動頑張った。もう今日サンドバッグバチコバチコリ打ってきた俺今日。もうあの近くのさ近くのなんかまあ近くでもないんだけどちょっとだまあちょっとっていうか結構離れたところにあのー、なんかあのー。 なん昔昔学校で使われてたみたいなところのグラウンドがあんのねそう普通のグラウンドがあってなんかもうそこあのー、まあ一部分は草とか伸び放題のとこなんやけどそそこにさ、まあ、小学校だったんだけど昔はねその小学校の、あのー、グラウンドに、あのー、ゴールポストがあんのよ小学生用のサイズのゴールポストがね。 そこがちょうど高さが2メートルくらいのポストが上のポストゴールポストが2メートルぐらいのところだからそこのゴールポストの一番太いところにあのサンドバッグこうやって引っ掛けてそうで俺のサンドバッグ1 8 0ンチとかあるからそうあのへ対策へずま対策でそう1 8 0ンチのサンドバッグわざわざ探してさで1 8 0ンチのサンドバッグ打ってるのようん。 ちょっっと待って紙がまた燃えるからちょっと紙あげるわちょっと紙サンドバッグの話してたって覚えといて俺100紙結んで結び終わった頃に忘れてるからあれえ紙のゴムどこいったえ紙のゴムなくなったんだけどウソでしょ紙のゴムなくなったんですけど え、うん、紙のゴムのうんあヘズマのね入籍ねうんあのー、あれが一緒にいたなあのー、青汁青汁太郎が青汁太郎と写真撮っとったなヘズマと。でもさその記事さえその記事見たその記事見た俺マジで「おこいついい加減にせえよ」って思ったんだけどあのー。 その記事さあのーなんだっけあそうなのこれこれには断られたんだへえへえあのーなんだっけその記事にさあのーなんだっけ本田翼二の嫁って書かれてたんだけどめちゃめちゃでかいから普通に本田翼お前見たことあんのかっていう,おう見たうん、180センチ以下のサンドバッグ見たことない ほとんど150か120だよ。うんそうっていう。うん、入籍したらしいけどなんかねえなんかなんだっけヘズマの嫁のことをあの本田翼にの嫁って書いてたわ。<laughs> マジかと思って。うん、マジかよと思ってね。 あのー、でもさ正直「あっヒフジ天気天気ヒグイチュヒフジフジ天気ヒグイチュウヒフーヒグイチュウね」いやあのー、でもさ正直さ俺さ人生で一度たりともさ本田翼を可愛いと思ったことがないんだけどなんかあいつしょんべん臭そうじゃね怒られるぜマジで何か近く寄ったらなんかしょんべんの匂いしそうじゃない何か小学生の時にいなかった男の子でさ そいつんちに遊びに行くとさそいつんちの家の中全部がしょんべんくせえ家なかったなんか小学生の時いたわうんなんかそいつんち入るとなんか全部しょんべんくせえみたいなうんそうなんか本田翼そんな感じじゃない普通に、うん、ブレダンブレダンって何 ブレイキングダウンのことブレダンって言うの今。何そのスラダンみたいな略し方う赤木武則出てこねえんだお前おう。バカじゃねえのか何だ何だそれブレダンってなんだおい。何だそれその略し方初めて聞いた俺人生で。あブレダンう。ブレイキングダウンちょっと待ってブレイキングダウンのことブレダンって聞いたことある人いるいる あ、聞いたことある人いるんだ。うん、言う人いるねってことは。うん、ブレイクダンス。うん、俺は、えっ、ー、と、ブレイメンのダンサーたちかと思った。うん、ちょっとよくわかんないわ。<laughs> 俺、ちょっと調子悪いわ。マジで。うん、すまんこ。マジすまんこ。うん、ううまあ、そ,そんな,な、なんだっけほんで、なんだっけ俺、髪結ぶ前、なんだっけ俺か、試合はね、えっ、ー、と、5月。うん、5月某日。 うん、えで俺なんだっけ紙結ぶ前に何の話してたっけ俺あっサ,サンドバッグの話何しようとしたんだっけ俺サンドバッグから何の話し全然覚えてねえわもうどうでもいいわその話うんま1 8 0ンチのサンドバッグ持ってるっていう話ねとりあえずうん本当にそうあのまあ、それ以上それ以上ないわ特にうん何の話につなげようとしたんだろう もう分からんすまんこ、うん、マジすまんこ、うん、本田翼の話ねえ本田翼ってさえお前たちの中で本田翼ってかわいいの俺全然かわいいと思えないんだけど本田翼を一瞬たりともかわいいと思ったことが人生で一度もないうんサンドバッグの中身あのね俺はね使ってない布団とかねなんか枕とかいっぱい入れたうん5月私の誕生日何歳なんだよ 何歳になるかが問題や、うん、え、本田翼かわいいのマジうん本当に言ってる本田翼なんてお前性格の悪さが顔に出とるやんお前たちは顔で性格がわからないタイプの人間かマジでうん え、お前たちはマジで顔、人の顔を見て性格診断ができないタイプの人間かもしかして。そういうことじゃないとお前、性格、大体いい人の顔を見て性格がわかるやつだったら、あの顔絶対無理ってなると思うんだけど。うん。めっちゃ多分性格悪いやん、あれ。うん。無理じゃないおうん。やばいよね。少なくとも自分よりは、本田翼の方が可愛い。だろうな うんだろうなお前。んでお前、うん、長澤まさみ。長澤まさみうん、長澤まさみの方が性格いいと思う本田翼よりも。うん、本当に。うん、そうそうそう。え、絶対性格悪いでしょ。でもだって実際さ、なんか、あいつが性格悪いみたいな、なんか、まあでも大体噂だけどさ、なんかそういう記事結構よく出るじゃん。本田翼が性格悪いみたいな。うーん、マジで。でも正直さ、 まあ本田翼がさあのー、性格悪くてもさ、うん、どっちでもいいよねだって一生会うことないやん <laughs> マジで、うん、白田優がすげえ性格悪いって聞いたところでさ一生交わることのない世界じゃんこれこれが本田翼好きなわけねえだろ適当なことしか言ってねえだろ広瀬すず広瀬すずの顔がパンと出てこねえなうーんそう 演技が下手あでもなんかそれで叩かれてたらしいねなんかねドラマでね、うん、雑誌ではお洋服が似合うかどうかしか見てない女の子だからかなお前何歳だっけちょっと待ってお前何歳だっけちょっと,とりあえずそれだけちょっと一旦教えてうんとりあえずお前何歳うんうんえ今とりあえずお前何歳 とりあえずとりあえずうん今年40今年40で自分のことを今女の子だからかなって言ったのえお前縄文土器でぶん殴っていい、うん、マジで、うん、縄文土器でお前の方負で粉々にしたろかえ マジでよ何の話をしてんねんあ今年40でお前女の子って言い出してんねん自分のことを。お,お前縄文土器でぶん殴るぞお前マジで。あっかいい加減にせえ。<laughs> あの基本俺の配信ババアしか聞いてねえからな。うん本当に <laughs> 俺の配信基本的にじじいとババアしか聞いてねえ。うんバカがいい加減ににせよお前本当に縄文土器で頬骨粉々にしたるとお前本当によいい加減にせ バカじゃねえのか、うん、いいかげにせえ,、うん、えで何えでちなみにじゃあ今日,今日なみんな全員何歳ちょっと正直にあのもうなんかもういいからわなんかこう40歳ぐらいでさなんか15歳とかいうのもう寒いからもう普通にそれも聞き飽きてるからこれ俺定期的にやるんやからお前たちの年齢を定期的に聞くんだから、うん、本当にだからもう普通に言って34ね うん、あの小ボケとかマジ誰も終わらないからねうちの枠、うん、2814ほらねわかもうほんとしょうもないこれ、うん、34503352433219、うん、お,お前ずっと嘘ついてんなお前19って55嘘つけまかす4482そうしょうもな、うん、26、えー、何何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 何急に早くなったなバカ。 自分のことじゃなくて雑誌側の話でな何を言うてんねん4648344342443234423643え還暦50504536うんうんマジでうん、うん、ババー率高くねえか うん、なあバケモンぐらいババア率高いやんけいいかげにせよお前若者が名乗り出にくくなるやろがい嘘つけよお前全員全員23とか言え貸すどもがお前しょうもねえお前お前ら今,今後、あのー、今後はお前らもう23か、まあ、22から27までの数字を選べ好きな数字をバカが。 お,お前そうお前若い子たちがお前あここババアとジジイの寄り合いの場所なんだって思われたらお前なあそしたらお前コメントしづらいになるやろお前バカがやお前今後お前23とか言えお前でちなみにあのー、これね確実に次回は忘れてるから23から27の数字で嘘ついてきたらブチギレるからね俺 <laughs> うん これあの、そうだから、うん。これはそう。あの、俺確実に忘れてるからね、うん。次回は。うん。次回の時は完全に忘れてるから、あの、そういう適当な数字言うとブチギレ出すからね、俺。<laughs> で、それで、あのー、ふざけんなっ、つって。で、それで、いや、前回、あの、お前がそう言え、つって言ったやんって言われても、言ってねえしっ、つって言うからね、俺、絶対。そんなもんは。うん。そりゃそうやろ、お前。 おうそらそうやろ。俺なんか女も覚えてるわけがねえんだから、そんなもん。お <laughs> 基本的に、ねあのー、俺よりも鳥の方が記憶力いいって言われてんだから。そうやで。うん、俺よりも鳥の方が記憶力いいんだから、普通に。うん、そういうことなんで、うん。よろしくお願いします。はい、まあ、あのー、何すかね、うんあのー。ね、言ったでしょ。ね、言ったでしょ。うん、ね、言ったでしょ。 俺が何を言,言おうとしてるかみんなわかってるよね大体うん察しのいい人はわかるよねねずっと無視してるけど結局やってくるじゃんね俺さっき「かけろ」っつったじゃん通話話してえなら「かけろ」っつったじゃんにもかかわらずねにもかかわらずなんだっけえっ、ー、とにもかかわらずちゃんと聞いてくれるならそうちゃんと聞いてくれるなら「かけます」ねっ しょうもないでしょマジで気持ち悪いでしょほんとに。ね。で、ブロッコリーされとるかしょうもないね。ね、言った通りでしょだからもう一瞬でわかるね。俺、しょうもないやつとしょうもなくないやつ。うん。これで分かったでしょこれで分かったでしょ普通に。いや、書けなくていいですよ、もう。もうかけなくていいです。もうしょうもないの分かったんで。はい。どうせだって多分、愚痴言って終わりでしょうん。 俺、愚痴聞かないんですいませんけど、はい、愚痴聞く場所じゃないんで、はい、そういうことです。以上です。はい、っていうね、うん。まあ、ほんと、しょうもないでしょう。ねえ、分かったでしょ、これで。 うん、もうあのー、しょうもないやつを俺関わりたくないだからこういうやつとね結局あのー、ネット配信とかやってるやつらはこういうしょうもないやつと通話つなげてわざと長々長々長々長引かしてであのコメントいっぱい打たしてみんなにヘイトためさせてねでコメント打たしてさほんでそれで閲覧稼ぎするわけ結局なんかコメント欄が荒れてると「な,なんだなんだここ荒れてるな」っつってさ野じ馬がぞろぞろ来るのよ。 で、それでそうやって閲覧稼ぎしてんの。例えばノックとかもそうだし、あの、ヤミーとかもそうだし、ツイキャスのね、ヤミーっていう配信者がいるんだけど、そう。で、あと着物とかもそうだし、ね。で、結局、こういうしょうもないやつを、あの、長々つなげて、で、結局お前らに、あの、フラストレーションをためさせて、で、コメントもう、コメントで叩かしてで、それで閲覧稼ぎしてるわけ。俺、こういうのしたくないから、そう、マジで。そう。しょうもないじゃん。 普通にせっかくせっかくさ中にはさね人二人くらいはさあの俺の配信を楽しみにね、あのー、してくれてる人もいるんすよ、はい。その人たちにフラストレーション試めさせたくないしで基本的に俺の枠はあの突者とか相談,相談に来てる人のディス禁止だからそうディスが禁止ディスコメ禁止なのね。そうでディスコメ禁止って目打ってるにもかかわらずそういうクソ くだらねえやつのクソムカつけやつの通話長々続けたらさディスコメの一つも打ちたくなるに決まってんじゃんそうでもそのくせ俺はねあのー、ディスコメ禁止ってやってたらそこさ辻褄合わなくなっちゃうじゃんそう整合性取れないじゃんそうっていうねうんそうだか,らだからもうこういうしょうもないやつは俺も相手したくないマジでうんそうっていうことねうん だからこういうやつをつなげりゃ閲覧増えるの分かってんだけどそうあのやりたくない俺がフラストレーション溜めたくないしうんそうっていうねあもうブロックするはうるせえからうんはいっていうねこういうことなんですよ、はい、こういう作業をちゃんとするんで僕ははいもうさすがにうるさいんでうんもうこういうの構えたくないんで俺はいっていうねそういうことです、はい、だからあの閲覧稼げるのは分かるんですけど うん、なんか、あのー、誰かにヘイ,トヘイト向けさせてそれで稼いだ閲つらんでそしたらねコメント欄もしょうもなくなるに決まってんじゃん。うん、で結局そ,こでそ,れでそれで集めたさなんかまあチャンネル登録者ってさまあ、しょうもない人たちばっかりになっちゃうじゃん。そんな,とこそんな環境で俺配信したくねえしそれだったらもう一生過疎でいいよ俺マジで。それだったらもう一生過疎でいいよ俺。 うん、そんなクソみたいな、なんかねえ、あのコメントでさ、なんかああじゃねえ、こうじゃねえってさ、なんかディスり合いしてるみたいなさ、うん、そんなん嫌だからさ、俺もう、うん、もうなんか、そんなんはもう、うん、なんだろう、6、7年ぐらい前にもう卒業した。うん、ねえ、いや、構ってほしいだけよ、マジで。うん、そうっていう、それだけの話、マジで。うん、だからもう、それに、それにも付き合うつもりはない、俺は。うん だから俺相談は聞くけど愚痴は聞きませんよっていつも言ってんのそういうこと、うん、そうだってねせっかく俺の配信にこうね来てくれてる人たちで謎のババアの謎の愚痴聞きたかねえじゃんそうっていうねということでございましたもうこの話も長々しちゃうとねあの気分悪くなっちゃうんでもう終わりますけどはいということで、ねえー、道端道端アンジェリカの話はもういい,いですか <laughs> もう満足しました道端アンジェリカでも MDMA まんかう,ーん本当うんほんとに26歳うんお前だけ多分10分ぐらいラグあるわうんラグ直してこい、うん、とりあえず、うん、そのラグえぐすぎるわ、うん、えー、でも MDMA を持ってたってことは多分なんかどこなんだろう自宅なのかな、うん、自宅で捕まったのかな どうなんだろうなんか六本木とかのクラブっぽいけどね <laughs> なんかねうん六本木のクラブの VIP ルームみたいなさなんかそ,のそんな感じしない普通にどこだろうどこでそんなことになったんだろうねそう俺も速報しか見ないその後続報はあるの、うん、ジェシカじゃんジェシカか、うん、道端ジェシカの方かあホテルなのどこのうん何なんかこうそこでバイバイしてたってこと 滞在先のホテルに薬が宅配されたへえマジ ?MDMA 錠剤錠剤玉って呼ばれるやつ弾、うん、とか罰とか呼ばれるやつ、うん、昔から違法薬物あーもう MDMA はもう最初から最初からもう割と本当にすぐすぐだよすぐ規制入ったの MDMA はうん税関で見つかってホテルで逮捕あそうなんや へー薬物が届けられるホテルに張り込まれてたへえあじゃあもうやっぱりマークされてたんだねいやほんとマトリはねすげえって言うからね、うん、海外からの郵送物麻薬 G メンへえ荷物がホテルに届いてその荷物に薬が入っていたのを税関が発見したのああじゃあ泳がされてたんだねあなるほどねうーん沢尻エリカが使しよう沢尻エリカまだ出てきてないでしょ 沢尻エリカさんは。えっ尻エリカって出てきてるんだっけうん。知人宛だった。あ,あそうなんやああ。プーさんの DJ 時代の周りは薬やってる人。俺の周りはねケミはやってる人ケミカルの,そのだからとシャブとか、まあ、シャブはケミカルっていうのかなどうなのかわかんないけど MDMA とかそういうのはもうケミカルっていうんだけどさあのナチュラル系はやってる人てか基本的に。 これ,これマジで俺も DJ やってたしねであのー、この前のあのー、ね路上ライブの、あのー、取り締まりの注意するあの動画の時にもちらっとそんな話してましたけど僕昔もともとは歌やっててでそれで自分の歌が下手すぎて嫌になってきてで <laughs>、ね、自分の、まあ、理想と現実のギャップみたいなのあるじゃんかそれでなんか自分の歌が自分の理想でこう考えてる こういういうに歌えてるだろうなって考えてるのと録音とかこうね収録とかした時にあの全然自分の耳に入ってくる音が違くてそれでもうあ嫌だなって思ってでそれこ,れこのままやってたら俺歌嫌いになるなって思って歌やめて DJ とあの曲作って提供みたいなそ,うそんなことしてたのよね。そ,その当時まあそうあの俺はあのヒップホッププホ え、どうする。さっきのバーバアから通話来たけど。はい。はい。なん、はい、でしょう。はい。プーさんの相談専用赤ですよね。はい。 散々言われたんやけど。はい。もう本当に真剣に相談したくて。で、あの。え、だから、真剣に相談したくて、だったら、どうぞかけてくださいって、俺何回言いました。すごい、す、その、強く言うから、泣いてました。はあ。はあ、じゃなくて。 ちなみに僕相談の時必ずあの年齢聞いてるんですけどご年齢いくつですか 40, です40歳はいで何ですか相談はまあ多分専門じゃないんだけどはいあの仕,事仕事で悩んでて、はい、どこに相談してもあんまり対応してくれなくて。 だ内,内容は何すかだからパワハラですパワハラどんなパワハラですか <laughs> まあきつい言葉あのプライベートな話とかねだから内容を言ってもらわないとわかんないです例えば私はえー、と両親がもう二十歳の時に亡くなったんですけどはい、はい 自分の親が生きとってほしいと思ったやろ私は孫の面倒も見てはい孫の面倒も孫がもういるんすかその言った人ですああはい <laughs> 孫の面倒もして両親のこともして あなたは楽をしているって言われたりとか <laughs> だったらやめりゃよくないですか <laughs> そのそういう間接的なことだけじゃなくてやっぱりこのし仕事場って <laughs> いろいろ交わしていかないかんと思ってやったんですけど、えっと、今、えっと、とりあえず休んでるんですけど <laughs> いやだから聞いてますやめたらよくないですか <laughs> 先生が はい、休んでくれって言うから休んでます。先生が休んでくれって言う？あの医療なんで。はい職。職場が医療なんで、先生が一万円ね。はい。とりあえず休んで。いや無理なら無理って言えばいいじゃないですか。なん <laughs> でそれ聞く必要があるんですか？退職届は出したんですけど。はい。 で、その後にいろいろあってなんかいろんな相談窓口とかにもかったりとかして解決っていうか自分でどうしていいか分からなくてでその初めてそのツツイッターもしてなかったけどいろんなふうにいろいろ設定して。 父さんと話がしたいかなと思ってやり取りをしたら「キモい」とか「キショい」とか言われてはい真剣に <laughs> あの <laughs> ごめんなさいまず真剣に相談がしたいんだったらまず内容見るくないですか俺だってルールも書いてあるじゃないですか QR コードもで返信もしないって書いてあるじゃないですか、はい、それなのに「未読」とか送ってきてるじゃないですか すいません。だからですよ。あのちょっと機械音痴で。機械音痴だったら未読っつって送ってくるんですか。か意味がわからないです。<れ>機械音痴とそれがリンクしないんですよね。それ礼儀の問題じゃないですか。私なりにはごめんなさい。あなたなりのあのあなたなりの独自の世界観持ち込まれてもよくわかんないんだよ俺。 あの一つ言いたいことは父さんのルールには従えてなかったけど、はあ、あの相談できるかなと思ってしたことがなんか迷惑をかけたのかなと思ってすいませんまあまあ全然いいですけど。 んうん、じゃあまあ僕も先ほどちゃんと謝りましたけどじゃあキモいって言ったのはすいませんでしたね<れ>はい。でもちょっとよくどうしていいかなな何をどうしていいか分かんないですか自分がどうやったらはい。その日,日を過ごせるのか分からないぐらいちょっとパニックになってて何がパニックになってるのか俺今のところ分かんないんですよねどこのポイントでパニックになってるのか、はい はい、んでいいよって言われてもはいじゃあその先は何があるのかっていう話し合いも何もなくてん多分3ヶ月待ってクビにするんじゃないですか <laughs> 半年経ってますおおじゃあなんでなんでそれ買われてるんですかそれ給料は入ってますか <laughs> 給料は入ってきません <laughs> 来ないんですよね で、それそれそれを。ちょっと思い切って聞いたら。うん、無視されるんですよ。はい、そういうことを聞いたら無視されるんです。はい、だとしたら普通に法律的にあのー、退職届を出して3週間後には辞めれるんで、それでその旨も伝えた上で退職届。もう一回出せばいいんじゃないですか？ ちが残っててずっと生きたいと思って11年仕事してて, <laughs> って言ってることわかんないですやめたいのか11年やってるからやりたいのかどっちなんですかそのパワハラした相手にはいやっぱりそのそれなりにはい注意してほしい、はい、誰が誰にですか経営者に多分無理じゃないですか多分 多分無理だから今こうなってると思うんですけど、はい、それがなかなかバランスが取れなくて、な何のバランスが取れないんですか？私の気持ちのいやなだごめんなさい何私の気持ちの中の何と何のバランスが取れてないんですか？何とやっぱりあの頑張ってきたつもりとか、はい、評価してくれたから 休んでもいいよって言ってくれたのに、うん、その休んでいいよだけでことが片付いとるっていうことが辛くて、はい、やめちゃえばいいじゃないですかその前に進みたくてたく、はい、さんに何か言ってもら,えたらいたいかなと思ってうんうん、何か言ってもらいたいっていうのはあなたにアドバイスってことですかはいだからやめた方がいいですよ絶対 静冠ですか？静冠ですか？あの先生にもやめたやめやめたって言われてます。その先生っていうのはどこの先生ですか？自分の先生か。先の,の先生に。はいはい。やめた方がいいよって。うんじゃあそれでいいんじゃないですか？そうですよね。うん。えちなみに静冠ですか？循環ですか？ いや、違います。介護ですあ、介護の方ですか。ああやめたほうがいいんじゃないですかだって介護なんか今、いくらでもあるじゃないですかはいそうですよねちょっと私、手術しててはいだって、30代にはいあの、卵巣とかえ、なんすか卵巣とかあー卵巣、はいはい地球とかはいはいいろいろとって あ,あ、子宮筋腫かな、ですか。違います。卵巣があるんです。あ,あ、ははは、はい、はい。で、あ,あ、じゃ、あ子宮の方まで行っちゃってたってことですか。あの、全部取らないと、転移しちゃうからっていうので。まあ、取って。うん、あの、どこでも行ける自信もちょっとなくて。うん、なん、なんで、どこでも行ける自信がないですか。卵巣と子宮を取ると。<の>はい。若いうちで取ってしまうと。ああ体力なくなるんですか。 は、うん、いうで。今のところはどうなんですか今そのうつなのかえじゃなくてその職場ではその体力が落ちても今の職場では大丈夫だったってことですかああはい慣れてたんでうんっていうか他の職場とはちその介護とは違うやり方をやってるんですかそこは特殊なやり方を特殊っていうか小さいとこなのではい、はい たくさんの人を見るっていいうわけでではないですあじゃあ別に小さいところっていくらでもあるじゃないですかまだ。でもなんかその小さいとこに行くと変なルールがあって、はい、派閥があって、はい、変な決まりがあって、はい、怖いなとか。だって11年今今の仕事やってるってことは他の職場知らないじゃないですか。はいってことはそれ想像じゃないですか はいだからやってみないと話にならないし,じゃなくないしもちろんそうですですよね今だって自分の妄想でそれ話してるだけなんではいはい、でもだいたい介護の世界っていうのははいでもだいたいだいたい介護の世界っていうのはっていうのはそもそも介護の仕事をやる前からそれを分かってたわけですよね普通 えっと、もう一個前の時に2年行ってるところの介護の世界っていうのも知ってますし、はいはい、でも2箇所しか知んないですよね一応うん3箇所まあ3箇所も2箇所も一緒なんですけどあの、はい、世の中どんだけ今介護職ある介護の会社あると思ってるんですか <laughs> 分かります分かりますで今特にあの結構介護の方問題になってるからその辺もだいぶあの。 是正はされてますよまあひどいはひどいですけどねでも結局そもそも介護ってもともとそういう場所だって知らずに始めたんですか一番最初一番最初は本当に介護がしたくてはい資格取ったんですじゃあその世界を知らなかったってことですか知ら知りませんでしただとするとリサーチ不足ですねシンプルにえリサーチ不足ですね まあ大変なのは分かってるんですけど、介護と保育は地獄っすよ。うんでもなんかほどはい。こうやっぱり何かの力になりたいとかはい。できないことを助けたいとかそういう気持ちはあったんで入りました。今まあわ、まあ、かりましたけどでもまあ先ほどの話はまあ結局でも今三分の三で。 クソってことでしょこんな話な、何をやってるんですかごめんなさい、はい、なんかその、簡単にはい言ったらその、簡単なんですけどその、自分の思いがはいあるんではい、はい、あの、今日、ローキーに行ってきたんですけど、はい その前もその前も、うん、一,応一生懸命そのどうやったらプーさんとつながれるかなっていうので一生懸命自分でえロキと僕のつながれるロキで僕のアカウント聞いてきたんですかあ違います何の話<う> <laughs> ごめんなさいえっとえっとロキに行って えっとプーさんにラインかけるにはどうしたらいいですかって聞いたってことですか違違いますよあ違いまますすあか、えっと同、はいはい、期にも頑張ってい、えー、い近くないで行く、えー、でプーさんとかその専門じゃない人にも、はい、話を聞いてもらって、はいはい、自分が異常だとか、はい、ちょっと。 知りたいなっていうのがありまして。自分が異常なのかを知りたい。えっと、どういった部分で。人間性的な意味でですか。いや、なんか。今までほど、この。はい。仕事を例えば、辞めたら。はい、ガッツポーズだったんですけど。はい、うん。嫌だけ辞めるわけじゃないですか。え。嫌だけ辞めるわけじゃない。はい、はい、はい、はい。 でも、はい、今回はガッツポーズじゃなくて、はい、すごくなんか悔いが残ってしまって、はい、なかなかその辛い気持ちから抜けれず、はい、ケアしてる人を、はい、まあ言ったら置き去りにして、はい、休みに入ってしまった後悔とか。 っていうのもあるし <laughs> ごめんなさい、だったらやりゃいいじゃないですかえだったらやりゃいいじゃないですか復帰すりゃいいじゃないですかそんな簡単にやですよ <laughs> え何がじゃ,じ,ゃじゃあやめりゃいいじゃないですかだから。二択しかないんですか、ぶんさんえ、じゃあ他に何かありますじゃあ、あんまり神秘に 聞いてくれてないってことですか。え、やば、お前。だから、そういうとこじゃね、<や>マジで。いや、でも、多分、そんな人いっぱいいると思いますよ。お前、マジでクソだな、本当に。だからじゃね、ま、お前。ええ<ー>。やっぱ、お前、異常だよ、異常。異常ですか。うん、異常だね。 めいいおめえのおめえのこの内容のない話をずっと16分間聞き続けてるけど俺今それでまさかこのタイミングで親身に聞いてくれないですって思われてるとは思わなかったマジやばいっすね半端ないっすわ、はあ、半端ないっすよマジでじゃあ自分の価値が高いんですねはいやこっちがはなんですけど。 今まで長く勤めてる今ね。ね、言ったでしょね、言ったでしょほんとに。しょうもないんだって。ね。やばいっしょこの言い草。ブロックしたブロックした。あもう気持ち悪いこいつ。やばいでしょ普通に。ね。だから俺関わりたくなかったんだって。案の定やん。案の定。やばいっしょ普通に。これ。 聞いた今の。で、今途中から、今最後俺が切らなかったら、俺の批判ずっとしてたんやで今。ね、分かったっしょ。だから本当に、俺はもう最初の段階で、あ、こいつやばいって思ったら関わりたくないのよ。マジで。うん。自分の価値がだいぶ高いと思われてるんですね。やば。お前が相談してきたんだけどね、普通に。きしょ。 で俺一回断ってるしね一回断ってるちゃんとうんね分かったでしょ本当,に無理無理本当に無理無理本当に無理こういうやつと関わると本当に不快になるんだってだから俺こういうのと普段はもう全く関わらないようにしてんのね分かったでしょもう不快になるだけじゃんで結局みんなさもうディスコメント打ちたくてしょうがないじゃん多分 もう,もうこれはもうこれは俺の責任正直もう俺がこいつと通話をつなげちゃったからだからそうだから普段はこういうやつとつなげないようにしてでなおかつちゃんと相談に乗るところは乗ってでその相談の中でもなんかもうなんだろうやるべきことはやってっていうでそれでだからみんなにこう皆さんにねこうディスコメントを打たせないような配信をえっ、ー、となですかね心がけてるんですよ。 でもこういうのをつなげちゃうとね結局こういうふうにねもうちょっとみんなもフラストレーションたまっちゃうでしょうんそうだからだからもうもう切った切ったもう途中でもう聞く必要ないねやばいっしょ普通に、うん、普通にやばいっしょマジでうんだからこういうところこういう性格のせいで多分なんか あのー、何パワハラとか言ってたけどねこういう性格が原因であのー、自分が先に仕掛けてんのよどうせ自分が気づいてないところでうんねそういうこと結局ねだからこいいつは別にパワハラ受けてないそうだからだから休めっていう話もするしで医者がもうやめろっていうのはね で自分もさあのー、この自分にパワハラした人に罰が与えられないっていうのは分かってるっつってたじゃん。なんで分かってるかっつったらみんなそいつの味方だからだよ。そう。っていう。うん。そうノックだったら延々と聞いてくれるよマジで。うん。ノックとか深山だったらお前の話延々と聞いてくれるよ。うん、本当に。うん。そう。なんか1時間ぐらいね。うん。 でもこれで分かったでしょこれで分かったでしょこうやってあの聞いてくれてる人にフラストレーションを与えてそれで閲覧を稼ぐんよコメント稼いで閲覧稼ぐんよこういうシステムなのああいうなんか俺以外の相談の人たちはね <laughs> <laughs> そうだから俺はだって普通ここで切らないじゃん例えばヤミーとかノックとかね <laughs> そうここで絶対切らないでしょだってこっから盛り上がるんだからそう どん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 みんなのフラストレーションが溜まっててディスコメント増えてでディスコメント増えてるからなんかあれここの配信なんかコメント欄荒れてるなっつって野獣馬が来てでそれでなんかどん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 それで閲覧が増えていくわけよそういう仕組みなのうんそうっていうねでも俺はもう嫌だからもう切るっていううんそうそうそう突射叩きさせるじゃんもうそうそうだからそうするともうコメント欄の質問もとんでもないことになるしさ うん、なんかでそれで結局それでさチャンネル登録してくれてさでそれでなんかそこうそういうなんかこう,う,う,かこう荒れてる配信が好きな人たちが結局なんだろう集まってきてさそこの中で俺次から配信せんにゃならんのやで辛くないマジででなんかそういうなんか荒れてる配信じゃないとなんか今度はなんか今日物足りないなみたいな話になってきてさ、うん、で結局そういう人たちは多分すぐ離れていくから。 うん、そうっていうね。うん。だから。だからもう切りました。すいません。はい。なんかまあ、あの、そういうね、あの、さっきの続きを聞きたい人もいたかもしれないですけど、もう僕はもう普通に、もう無理なんで、はい。っていう、僕はもう、配信は平和にやりたいんで、はい。っていうね。まあ、これで仕組みは分かったでしょ。そう。そういうことなんよ、結局。うん。 そうでもそうそう確かに分かるよわかるよその動画としてはやばいやつは面白いっていうのは分かるそれは分かるけどでもなんかそのあとがさその例えばさ何で俺がそれをしなくなったかっていうといや元々は俺嵐配信とか喧嘩カ凸とかあの萌え声狩りとかやってたから昔ね <laughs> だから昔は俺もそうなんよそう俺も昔はそうっていうねだってそもそも「これこれと初めて会った時があの俺がこれこれれ単独で「これこれの配信荒らしに行ったんだから もともと一番最初の「あのー、これこれとの」との関わりの一番最初は俺が「これこれ」の配信を荒らしに行ったとこからあ,のあいつとの関係始まってるからそうっていうねそう萌え声狩りっていうのは昔ニコ生っていう配信サイトであのタグがつけれるのよそう自分のなんか配信のスタイル例えば雑談俺で言うたら雑談顔出しとか、ね、そういう感じでなんかこうタグがつけれるんだけどその タタググののの中に燃え声っっていうのがあったのねそう、萌え声タグ、なんかアニメ声みたいな女の子ね。その萌え声タグがついてる女の子を片っ端から潰してったの、俺。<laughs> あの、抜群に俺の方が立ち悪いんだけど、<laughs> 昔の俺ね。それのせいで俺、ニコ生のアカウント100アカウント以上バーンされてるんだけど、そう、あのまあ、そういうことをやってたの、昔は。そう っていうあのー、でもうあのー「萌え声狩り」っていうのをやっててなんか萌え声が俺嫌いなんじゃなくて萌え声のことが大好きすぎてうん大好きすぎるがゆえになんかあるじゃん小学生がさなんか好きな子いじめて泣かすみたいなあの萌え声の女の子が泣いてる声がたまらなく好きだったんだよ俺。 それで、萌え声の女の子が、マジで、そのチャンネルを消すまで、粘着して、荒らすっていう、そういう配信をずっとやってたんだよね。うん、昔。うん。そう。だから、俺、なんか、出どころがサイコパスなんだよ、俺。<laughs> そうっていうね、うん、なんかそ,そんなことをやってましてっていうそ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 うでまあまあだからあんまり人のことは言えないんですけど、うん、そうあんまりあの人のことは言えないんですけどそうあのやっぱり僕はねちょっともうもう今はもう本当に毎日僕の,あの配信をあの見てくださってる方々はねあのお分かりだと思うんですけど僕はもう本当にゆるーくまったりだらだらあの。 皆さんが寝落ちできる配信がしたいなっていう、えー。まあそういうことでね、僕はもう配信やってますんで。はい。あの、もうだからもうガツガツやらないんですよ、僕も。はい。っていうね、えー。またこれこれさんとラインミンとあったね。あったね。で、それであの、俺が耳があのもげかけたやつな、うん。リアル、リアルファイトしてな。うん。そうそうっていうね。そう。だから、そう、今はもう、そう。 だから正直、俺のチャンネルって伸びないしさ <laughs> そう伸びるようなことやらないしで基本的にこう真面目な相談をずーっと延々と真面目に相談乗ってでそれをツイ,ツイッターじゃねえ YouTube に動画アップしてるじゃないですか毎日毎日、はい、だから割と真面目なスタイルなんですよ僕、はい、<laughs> ちょっとな,なんでかわかんないですけど今日ちょっと人多めですねえありがとうございます。うん っていうまあそういう感じで、えー、やらせていただいてますっていう、はい、感じなんですけどなんであのでツイキャスなんかももうほとんど、えー、あの音楽メインでかけてもう皆さんが寝落ちできるようなっていう感じでやらせていただいてますっていうそうですねだからもうなんていうんですかね、うん、僕の中で結構疲れちゃったというかこういろんな世にはびこるものがね もう炎上話だらけじゃないですかでなんかまあそれはそれでたまに見る分にはやっぱり刺激的でいいんですけどそれをなんか毎日見続けてしまうとなんかこうある時気が付いてなんか僕の中でああそうかこういうのを毎日見てるとなんか結構心すさんでるなっていうかなんか人のあら探しばっかしちゃってんなっていうのが。 うんすごいあって相談全然誰でもできますはい誰でもあの LINE 送っていただければあの Twitter の,あの僕の概要欄見てもらえればそこにも書いてありますはいこの,この放送の概要欄にも書いてありますはいなので,でなんかこうすさんでるすさんでるというかさなんかやっぱこう人の炎上話ばっかりこう探してこうねこうあこれネタになりそうネタになりそうってやってるとなんか もうとにかく人の荒探しばっかりしてる自分に気づいてさうーんなんかそれでうーんなんかこう辛くなっちゃったんだよね俺の中でそうでそうそれで言うとえっ、ー、とまあちょうどね昨日かな昨日おととい昨日あ昨日おとといかおとといかなおとといあのねこれこれさんとあのぼこれこれさんが僕の あのこの YouTube ライブ出て,くれてでまあ,あの一緒にこういろいろあでもないこうでもないちょっと、まあ、いろいろねお話ししてたんですけどそうあのー、まあ一つ僕の中でそ,うその時にも言ってなかったけど結構こうなんだろう思ったこととかっていうのがなんかそのストリートライブってまあ良くないよ良くない良くないんだけどあんなにコメント欄ですげえ叩かれるほどのことなのかなっていうのはすごいあって。 うん、そうまあ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 、まあ、うんそうね、まあ、迷惑はかけてるからね、うん、難しいところではあるんだけどでもそこまで叩かれるほどかなっていうところは自分の中ですごいあってさ、うん、なんかそういう葛藤もあったりっていう、うん、でタバコ動画とかもうんそうね、うん、まあ結構 こうそうそだねタバコ動画とかまあそうだね注意系うーん難しいよねっていうのもあったりねっていうゆずがストリートから出てるかどうかはそれはそれはまさ別問題ねそれしかも俺ゆず嫌いだしゆずめっちゃ嫌いだしゆずの曲いいと思った曲1曲もないし <laughs> っていうねまあそんなんもありつつうーん。 でやっぱりねこうやっぱ何が辛いってこうやっぱりこう何毎日毎日毎日こう炎上話みたいなのをこう探してたりしてこうそういうの見てたりしてそういうので何かこう何かこう考察したりしてっていうことをなんか考えてると人のあら探しもしちゃうしもう一個はなんかふとした時にねふとした時にその炎上話みたいなのちょっと思い出してイラッとしたりするんですよね。 でそのイラッとしたタイミングでたまたま誰かとコミュニケーション取らなきゃいけないタイミングが出たらそうするとそのそこに対してちょっとトゲが出ちゃう時があったっていうたまにねそうするとやっぱりそのトゲが出ちゃってその何のね日もないのにトゲを食らった人はさ嫌な気持ちになるじゃん。でその嫌なな気持ちになった人が また違う人にさっき俺が俺のトゲを食らったせいでその人もちょっとイライラしててでその人がじゃあ例えばじゃあコンビニに寄りました店員さんに対してすごい失礼な態度取りましたってなったら店員さんもまたねこう嫌な気持ちになってさっきの客何だったんだよっていう状態のまま次のお客さんにすごい失礼な態度取ったらまたそのお客さんもそのねそれが。 嫌なな気持ちにっってっていうそれがこうなんかやっぱり連鎖していってしまうなっていうところ、うん、なんですよね。な、うんすよね。ご家族とかがいらっしゃる方でね小さいお子さんがいらっしゃる方なんかでいうとやっぱりね小さいお子さんにそのねトゲが向いてしまう可能性もあるわけじゃないですか。 なんかそんな世の中は俺は嫌だなと思ってうんそうあなたが動画出て加担してるのに批判しすぎとか言うのはどうかと思いますよあどうかと思ってくださいはい構まいませんはいっていうねうんそうだからなんかねそういうところだったりするっすよねっていううんねだからまあなんかだから僕としてはもう普段の配信は結構 もう、ゆるい配信しかしてないですし、うん、なんか、こう、なんだろうね、だらっとしたいなっていう <laughs>、まあ、そんな配信ばっかりしてるんですよ。はい。だから、だから、こう、まあ、伸びないっちゃ伸びないし、まあ、もともとそれがね、ちゃんとしてる配信だったとしても伸びないですけど、僕なんか。はい。まあ、そうですね、そういう意味で、こう、なんか、こう、ーアナというか、 柔らかいあの配信を心がけたいなとは思ってるんですけどね。はい、まあまあ,あの、口から出る言葉は汚いですよ、俺。大、う、体、ん、いいクソバ,バアとか言ってるんで、だいたいえー、僕の配信あの、年齢層高いんで、視聴者の平均年齢高めなんで、大体いいクソバ,バアとかクソじじいとか言ってるんですけど、はい、でもやっぱりなんかこう、こうそうっすねうん、なんかそんな思いであの最近はやってるかなっていう感じっすかね、僕としてはね。う で結局こういう話になるとこう閲覧も少しずつ下がってくるんですけど <laughs> だからまあ,まあこれ分かっていながら分かっていながらでもやっぱりここがいいなっていうそうですねあの思いで僕はまあやらせていただいててまあねあのこうなんていうんですかねうん世の中的には合ってないのかもしれないんですけどうんはい世の中的にはねやっぱりこう。 もう例えばネットニュースなんかもそうじゃないですか誰々が誰何々で炎上してるとか、まあ、つい最近でいうとじゃあ道端アンジェリカだかジェシカだかなんだかですかうんそうとかね、うん、であとニューヨークの誰々が WBC 早く負けろって言ってたっていうまあそれもデマの記事だったらしいですけどはいあのね造記事だったらしいんですけどあれね うん、そうだからもう何だろうねもう全体がさもう全体がこう何かを炎上させてそこに対して飛びついてってああでもないこうでもないっていうもう世界じゃないですか、うん。コメント欄で路上ライブする人に批判ばかりなのはあなたのせいでもあるので。 あ,でんあなたのせいでもあると自覚しましょうあの動画に出て批判する側に加担してるのに中立ずらするのはおかしいのでないですかそうですねおかしいですねすいませんでしたはいっていうことなんですけど <laughs> そうですねはいその通りですはいあの論破されましたはい強いですっていうね、えー、だからそういう意味でうーん,なんだろうねうーん なんかこうそうねなんかこうこうなんだろうこういろんなところでこう何て言うのかな常にこうフラットでいたいかなっていうのは思ってたりするんですけどね僕としてはね。そうっていうまあことなんですよ。だからこううんまあこう何て言うんですかね。 まあ本当のほ本来とし本来、まあ本来って言い方悪いけど、うん、まあいろんなところにこう優しくありたいなとは思ってるっすよ正直ねうんそうっていうそうそう優しくありたいなとは思ってるんですけどうんそうね難しいところですよねなんかねうんそうあ ちなみに今日ドン・キホーテにさいや急激に急角度に話変わるんだけど久しぶりに僕の大好きなクラフトボスティーが置いてあってしかもですね600ミリになってたんですよね最高だなっていうサントリーさんありがとうっていうマジでこれ大好きなんですよこれうん あーうまい。うん、うまいな。<laughs> いや、えらい、穏やか。いや、別にそんなこともないけどね。普通で、普通、普通。うん、普通ですねえ。普通、普通。別に特に何の、何のあれもないです。機嫌が普通。なんか、なんか特別いいわけでもなく、普通ですね。うん。そう、っていうね。えー、そんな感じですけど。うん。 だからめちゃめちゃうんいやめちゃめちゃいやこれほんとにおいしいんだよ俺これほんとに大好きなんだよねうんででもなんか昔はコンビニとかにどこにでも売ってたんだけどなんか最近売ってるとこ少なくてさなんか薬屋さんとかさなんかドン・キホーテとかさなんかよくわかんないなんかところにしか売ってなくてそうなんかちょっとこれ出会える機会が少なくなってるんでねちょっとあの会った時には。 何本か買,い買うんすけど、まあ、今日は3本しか買わなかったですけどはいこれ美味しいんですよはいっていうねまあそういうことでございますはあまあとりあえずもうあの今日喋りたいことはもう終わりましたけど何か <laughs> あでも特に喋りたいことないですよもう何かあります <laughs> なんかなんかあるんだったら、あの話題を提供していただけたらいいなって思うんですけど。はいいやもうでもね、もうさすがにね、もう毎日やってるからね、俺ずっと。そう。ずっと配信やりよるからさ、毎日毎日。ありがとうありがとうありがとうごありがうごありがとうごありがとうでも僕も来月から、あの、砂際ダイエットに知らん。知らん。知らねえ。 砂肝でもあんま美味しくなくねその大量に食うもんじゃなくねうんなんか俺はねあでもねこれこれマジでそうあのダイエットをしようと思ってる人うんダイエットしようと思ってる人におすすめ食材があるんですよ僕はいなんかダイエット期間中ってあんまりお肉とか食べられないイメージないですかあのー、ローストビーフはい ローストビーフめちゃくちゃいいっすよ。毎日俺、ローストビーフ20枚以上食ってんすけど、はい。全然、あの、まあ、体重計、あの、毎日、体重計の写真撮って、あの、インスタに毎日アップしてるんですけど、最近。はい。あのヘズメ、ヘズマを殺すまでね、それをやろうと思ってるんですけど、あの、マジローストビーフならいくら食っても太らない、多分本当に。 あのー、やっぱおにダイエット中お肉食べたいなってなるじゃないですか俺毎日ローストビーフ食ってますよ本当に毎日うん赤身肉そうえ本当に超超うまい超うまいしタレつけてるつけてるバンバンぶっかけてるわうんそうそうそうローストビーフ肉の塊でも肉の、うん、ソースは、うん、ソースぶっかけてるぶっかけてる普通にめっちゃぶっかけてるうんめっちゃぶっかけてるよ俺 そうローストビーフのあのなんかスーパーで売ってるローストビーフを食ってんのねそうあのスーパーで売ってるローストビーフのパックがあってさそこについてるローストビーフのソースぶっかけた上にローストビーフのタレみたいなやつが売ってるからさそれをこうやってまたさらに追い,おいーソースしてさうんそうめっちゃ食ってるああそうっていうねお米大好きだからダイエットできない お米食べながらダイエットああできるんじゃないですか1日2 0キロ歩けば <laughs> ああ米食いながら毎日2 0キロ歩けばまあ痩せるんじゃないですか多分わかんないですけどうんそうそうここ数日そうだねなんとなくねうんたれ結構砂糖入ってないあー俺砂糖全く気にしてないねああ ケンケン。なあ、ケンケン。ケンケンなんだなんだ、ケンケンうん。ケンケンなんだケンケンなんだうん。ケンケンってなんだうん。なんだ、ケンケンって。ああ、そういうこと謎だね。うん。二重無理。いや、そう。だから、あのね。 あまあお米がダメとは言いたくないんだけど正直俺はいやだってお米はね本当に美味しいし俺はお米農家さん俺がねマイナスプレゼンしてお米農家さんがなんかこうね減っていく方が嫌やから <laughs> ケンケン笑い方ね<笑>,笑い方がけ、ねうんけんねそうだからあのー。 糖質制限ダイエットなら米はいつも通り食べて痩せれるうん俺が食べる飯米の量を3合は食うけど大丈夫かなうんその方法教えてくんねうん俺米3合は食うよ。うん脂質あ脂質ねうんえ俺米3合は食うけど大丈夫かなうん米3合まあ多い時5合ぐらい食うけど大丈夫うん本当に。 うん、3合から5合は食べるけど大丈夫かなうんそれで大丈夫ならその方法を教えてほしい。うん、いやでも俺ねそうあのー、あんまりねそのマイナスプレゼンはしたくないんだけどうんそうねうんちょっとまあダイエットの時には小麦とうん小麦とか芋とかうん米とかはそうね 控えた方が多分いいかなっていうでもでも俺はお米農家さんにもっと頑張ってほしいもっといっぱい美味しいお米を作っていただきたいしねえもっとお米農家さんが潤ってほしいんであんまりマイナスプレゼンしたくないんですけどうんそうねうんちょっと。 あの実際ねあの米を、えー、と米とかそういうなんか炭水化物炭水化物を1週間抜いてみてくれれば多分わかると思う1週間後にちょこっとと米食うとするじゃんそうすると,、えー、と普段食べてるのって俺もずくと野菜と、まま、もずくとサラダと,、えー、とローストビーフとなんかキムチそなんかこうスタミナつけたいからさ そうであとプロテインバーってあんじゃんよくなんかあのなんかよくわかんないやつうんなんかよく売ってんじゃんコンビニとかで今結構売ってんじゃんかああいうプロテインバーを食ってるんだけどそうであの俺ね砂糖系は全く無頓着そこ全く意識してないから飲み物とか全然あの何えっ、ー、と食物繊維がいっぱい入ってるなんかあのジュースとかいっぱいバッガバガバ飲むしそう。 あの砂糖は全く気にしてないだからプロテインバーも砂糖まみれだけどそうバンバン食うし砂糖全く気にしてないただ炭水化物抜い1週間抜いた後にあのー、じゃあちょこっとだけ米食べるじゃんそうすると次の日までおなかの中にいるのよそうおなかの中に確実にいるのでそのいることがわかるの自分でそう あの野菜ともずくとローストビーフとって食ってるとあの次の日の朝には全く腹の中が空っぽになってる状態っていうのが分かるわけそうほぼ空だなっていうのが分かるのでも米とか麺とかをちょっとでも食べるとそうすると次の,日のな次の日もめっちゃいるお腹の中にだからそういう意味では腹持ちいいよねだからコスパはすげえいいんだよやっぱりこあの米とか麺とか炭水化物ねうん でも俺はダイエットにはあんまり向かないかなって思うんだけどこんな話をした後で申し訳ないんだけどこれ俺これダイエット話俺これ正直俺ダイエットのプロなのね。俺1ヶ月でマックス1 7キロとか痩せるの普通に。そうあのこれはあのね昔から俺の配信見てる人たちはその過程を見てるから知ってるんだけどそう俺1ヶ月でマックス1 7キロとか減らせられるのね。 そうでも今回はあの体,重が減らす体重を減らすことが目的なんじゃなくて体作りが目的だから筋肉つけながら運動してるからダイエットしてるからだから落ち幅がすごい少ないんだよね。うんリバウンドしないしないしない。うん、そうっていうだから1ヶ月で1 7キロとか痩せれるぐらい俺もダイエットのプロなのね。でダイエットのプロから言わせるとこれ。 世の中になんでこんなにもいっぱいダイエット方法があるのかっていう、そうなんでだと思う。これ体質なんですよ。体質勉強もそう、勉強もそうだしダイエットもそうなんですよ。自分に合った勉強方法、自分に合ったダイエット方法をまず見つけることが一番いいんですよ。うん。16時間断食、ああそれそれで言うと俺毎日それやで。 なんでかって言ったら俺一日一食しか食ってないからそれもずっと前からずっと前からああそれで言ったら俺二十四時間断食してるわ、うん、断食してるわ、うん、そうっていうねいやほんとあのこれはねマジで自分にとって一番ぴったり合うダイエット方法をまず探すことがダイエットへの一番の近道です、うん、なんかリンゴだけ食べるダイエットバナナだけ食べるダイエットとかなんやかんやいっぱいあるじゃないですか そ,うそれって何でそんなじゃあカロリーを下げる糖質下げる脂質下げるみたいなねそういうなんかいっぱいあるじゃないですかダイエット方法ってそれなんでかっていうとその人にはめっちゃ効くけどこの人には全然効かないっていうものがいっぱいあるからなんですよ。だから あのー、自分の中で一番どういうダイエット方法が自分にとって、あのー、体質的に合うのかなっていうダイエット方法を探すことが一番なんですよ。でちなみによく言われるあのプールの中で運動するのが一番いいよとか言う人いるんですけど俺全くなんですよ。プールの中でジムのプール例えば1ヶ月通い続けてほぼ減らないっす俺ほぼ減らないっすプールの中の運動。うん、それやりました実際。 1> 1ヶ月ぐらいやってみました全く効果なしです俺そうで俺は俺がじゃあ1ヶ月17キロ痩せた時にどうやって痩せたかっていうと1ヶ月17キロの痩せ方はこれ真似しない方がいいです絶対てか真似できないです多分1日毎日毎日っすよ毎日来る日も来る日も毎日10キロずつ歩くっすそう10キロ歩いて2時間半かけて10キロ歩くんですよで食うものはセロリだけっすそう で、1週間の中で、あの、なんか1回か2回しか飯食わないっていう。これはもう、あの、おすすめしないダイエットです。そうすると1ヶ月17キロ余裕で減ります。はい。っていう。っていうね。まあそういう方法もあるんです,ですよね。で、僕、基本的にめちゃめちゃい飯食うんですよ。半端じゃない飯の食い方するんですよ。 そうすると単純に俺の場合は腹8分目で毎回飯を抑えればそうすればもうただそれだけでもダイエットになるんですよ俺はねうんあリバウンド来なかったっす来なかったっすリバウンドはいそれキープしました <laughs> 貧血ああならなかったっすただこれ年齢にもよるっす年齢にもよるんすけどあの僕ダイエット始める前に大体毎回ファスティングから始めるんすよ5日間ファスティングするんすよファスティングってあの断食っすねそう あの5日間水しか飲まないっていう断食するんですよね僕あのオリジナル断食なんですけどまあちゃんとファスティングする人はあのちゃんとねそうちゃんとしたものを調べたりなんかそういうところになんかねあの関係機関にこう相談したりしながらやった方がいいと思うんですけどはいあのですかね 体めっちゃ軽くなるっす。っていうか、一回やったほうがいいっす。多分3日ぐらいなんだろうね、普通は。普通、多分3日ぐらいなんだろうけど、3日間のファスティングぐらいは、普通にやったほうがいいかもしれないっす。あのね、宿便とか全部出るっすよ。うん。あの、おなかの中の腸の中に溜まってる便とかが全部出てくるっす。うん。多分3日じゃきついかな、普通によ。5日ぐらいやらないと無理かもしれない、宿便まで出すなら。 うん、でなんか飲み物だけは水分だけは取り続けるんですよねそうするとあのファスティングでなんか体の中すごいスッキリしてすっごい楽になるんですよ1回うんだからファスティング自体はあの無理ないファスティングあのやり方いろいろあるんであのそれ調べていただければって思うんですけどうん俺はオリジナルのファスティングやってるんですけどただ水だけっていう <laughs> はいそれあんまりおすすめしないんで普通はい特に女性なんかきついと思うんではいなので あのー、そういう感じでねあのファスティングとか結構やってみると意外とすごい体すっきりするなっていうのはあるんでだからファスティングなんかおすすめですけどねうんそうでまあ今回まあ俺もねこれね年齢を重ねてくるとですねこのファスティングができなくなってくるんですよ水だけのファスティングができなくなってくるんですこれなんでかっていうと,、えー、と塩分が足りなくなるです塩分がで塩分が足りなくなると 人間どうなるかっていうと全身の筋肉が釣り出すんですよマジで腕も釣る首も釣る背中も釣る腹も釣る足も釣るっていう全部が釣ってくるんですよもう動けなくなるんですよねだからまあもうこれダメだってなって飯食うしかなくなるんですけどうんそう超やばい本当にあのー つい最近ファスティングやろうとして、俺、マックス2日、2日だっけ ?2 日だっけか ?2 日くらいで俺、限界来ました。あの、全身が筋肉、あの筋肉がつっちゃって、動けなくなって。そう、2日くらいで、あの、ファスティング限界でした、最近。うん。っていう。だから、まあ、あんまり、あの、水だけファスティングはあんまり良くないです。なんか、なんかスムージーじゃねえし、なんか、なんかあるんですよね。なんか、酵素ドリンクか。 酵素ドリンクみたいなのを飲みながらファスティングするっていう3日目で動けなくなったのかそうあの寝転んでても全身がつるからもう何にもできなくなってそうもう寝転んでても無理なんよそうあのー、っていうことが起きてでそれでもああ俺もうファスティング無理だなーと思ってうんそれでやめたんですけどだからまあダイエットを考えてる人はまああのー 総評としてはですねダイエットあ OS1 ねあでも OS1 ってさそう今日ちょうどそんな話しとったんやけど OS1 って、あのー、熱中症とか、あのー、何やっけえっ、ー、と熱射病とか熱中症とかああいうのになった人普通普段 OS1 ノーマルの状態で飲んだことありますノーマルでノーマルの状態何にも別に何てことない状態で OS1 飲むとなんかちょっととろみがあってちょっと 味がなんか酸味があったりなんか塩っぽい味があったりしてめっちゃまずいんですよめっちゃまずいのねあれあのー、熱射病とか熱中症になった人が OS1 飲むとめっちゃ美味しいって言うんだよそうあれめっちゃ美味しいんだって熱中症とかになった人が飲むとそうだから OS1 が美味しく感じられたら結構やばい状態っていう <laughs> <laughs> そうそういうなんか逆の逆説的な そうあれおいしく感じるとダメなんだって、うん、でもあのー、蛍光補水液なんかはねあのー、夏はねそうあのー、一応冷蔵庫とかに1個置いといた方がいいっすよ本当にうん、うん、なんかあのー、もう僕もの飲むことはないだろうなと思いながら蛍光補水液は夏場一応1本はあの冷蔵庫の中でなんとなく入れてるんすよそう家のの中でもあのー 熱熱射病中症にになる時ありますからね本当にエアコンガンガンかけてるのにうんそうなんかエアコンガンガンかけてる部屋でなんかちょっとうっすら寒いなっつって別の部屋行くじゃないですかここあのエアコンかかってない部屋だわっつってであーなんかここあったけーみたいなそんなやってるとぼっとしてるとなんかそんだけで簡単になっちゃうんですよねうんそうそうインフルエンザの時美味しかったあねうんコロナの時保健所から届いたああ蛍光補水液ねうん えちなみに皆さんどうすかあの別にこれあの何すかもう別に今更コロナにかかったからって批判する人いないじゃないですかだからあのここは安心してあのお答えいただきたいんですけどコロナなりましたなってないですかどっちですかね僕もねえっと濃厚接触者にはなったんですよ濃厚接触者にはなったんですでもえっと一応 PCR 検査行ったんですけどはいあの僕大丈夫でしたはい ででも一応なんか仕事5日間休めっていう話になっちゃってん,んで5日間休んだんですけどうん毎年80過ぎの両親に送ってるえー、らいね、うん、あなったあなったなってないなってないなったあほんとあ半々ぐらいかねうん39度3日間きっちーきっちーうんあなったなったああ結構なってる人もあ半々ぐらいだねうん え、どうきつかったきつかったうんお母さんが去年になったあねうんホテル療養は主婦には良かったあ <laughs> 確かにあ確かにねうん<ー>去年の8月になったえー、うん家族みんなんかかってないああ<ー>そうかインフルほどではなかったあインフルのがやっぱきついんやへえ ラゲブリオなんだ、ラゲブリオって、何ラゲブリオ？<laughs> 匂いしなかった。え、それ、もう治った？治った？後遺症みたいなのはない？うん、きつくて、ひしめてくれ。<laughs> <laughs> この間、九十九歳の私のおばあちゃんだったけど、奇跡的に吹くと、えー、すごいね。うん、九十九歳もすごいけど、え、でも、知ってる？うん、喉が激痛。あ、そんな、マジ？うん。 子供は1ヶ月発疹が治らない。へえ<ー>あ1年間かマジかうん。熱はほとんど出なかった。喉かだけ痛かった。うん。今のその99歳で思い出したんだけど、今さ日本国内でさ100歳超えの人がさ9万人以上いるんだよ。すごくない？ 100歳超えがいや俺らの子供の頃いや俺と同年代の人とかじゃないと分かんないけど金さん銀さんっていうのがいてさ双子の100歳超えのおばあちゃんがいてさその人がすげえんかこうなんか連日取り沙汰されてたぐらい100歳の双子はすごいねっていう話だったんだけど今平気でいるからね100歳以上のお,おじいちゃんおばあちゃん9万人だよ <laughs> やばくね普通にうん。 ね。うんえ。でもね、平均寿命はね、コロナでね、えっ、ー、と、去年かな去年分のやつがまだ出てないから、おととし分か。おととし分の、えっ、ー、と、平均寿命は、えっ、ー、と、女性が0.06歳、男性が0.9歳ぐらい、あの、下がってるんだよね。下がってる。うん。 生きてることにして電気だから、ね、言っただろない言っただろ炎上みたいな話ばっかり聞いてるとそういうなんか荒探し無理くりなんかこうないところにこう火を立てようとするっていうさ <laughs> そういうなんか勘繰りになっちゃうからだから俺こういう配信してんねんっつってんねん勘繰りすぎやねんマジで、うん、友達は後遺症で抜け毛がひどかったみたいでハゲちゃってウィッグあーねあねああんかそれも聞くねうん。 これからどんどん下がっていく。どうなんだろうね。うん、そうっていう。まあまあそういうのはね。難しいところですけども。でもあのー、ね。あのー、もうそろそろあの定期的に来るんですよ。あの地球上ではですね。うんと9割のあ8割9割の生物が絶滅してるんですよ。地球の46億年の長い長い年月で見ると。 9割が絶滅してるんですよ。9割の種が。知ってました皆さん。ってことは人間がこのまま滅びても長い地球の歴史の中では別にそんな大した事件ではないんですよね。うん。っていうそうなんですよ。皆さん。だから9割が あの今まで地球に存在していた種の9割が絶滅しているんで、はい、そう考えると今後ね人間が絶滅してもおかしくないんではなかろうかなっていう、まあ、そういう説もあるんですけどでもワンチャンありえるからね本当にもうここまで来るともうロシアも戦争しててんで、ね、え今ロシアがあの、ね、ロシアのプーチンが今締め手配て入り ね逮,逮捕状出てるじゃないですか。国際警察ねええー、と IWGP じゃないし何でしたっけえー、と OPPOPI じゃないしなん,なんだっけえー、と何でしたっけえー、と NYPC じゃないし何ですか<笑><笑>何でしたっけうんなんかいろいろあるじゃないですかあの国際警察ですね。 えー、誰も出てこないですかそのアルファベット4文字、えー、あのー、ICPO IC ねそうそう i c p をね、えー、そうあのー、IWGP が、あのー、今もう国際指名手配というか指名手配されててもう逮捕状出てるんでプーチンにねそうですよそうしたらそうなったらねプーチンの意思を継ぐ者がロシア国内にいたとしたら。 ワンチャン核戦争の可能性ありますよ本当にうん一回人類も絶滅絶滅すべきだと思ういや俺でも俺も本当に正直思ってる俺ももちろん含めてねうんそう俺も含めてもちろんあの人類は一回滅びた方がいいねっていう話をよくねあのー、僕の可愛い息子とよくするわけなんですけどそう ね、本当にでも本当にマジでマジであの結構リアルな問題っすよ本当に、うんとに何かなんて言うんですかね、あのーうん、人間は一度滅びてしまった方がよ,よいのではなかろうかというね、うん、本んにそういうところまで来てますよ本当にだってあのオーストラリア今日のニュースでもあったけどオーストラリアのどっかの海岸が あの魚の死体まみれ本当にあの一面ねマジであのポコポコポコっていうんじゃなくてあの砂浜が見えないくらいそうびっしりよ本当に絨毯みたいになってる魚の死骸のこれなんでかっていうと温度の上昇だっておそらくそうじゃなかろうかっていう今の仮説ではねうんせいでもうだからもうそういう状態になってるからね うん、今日のニュースでもう俺も見てびっくりしちゃったんだからあのー、その映像を見てあのオーストラリア魚とかで調べれば出てくるんじゃないかな多分今うんとオーストラリアえっ、ー、とオーストラリアねえスペース魚はオーストラリアあーオーストラリア魚まで打つとうん えーとオーストラリア魚まで打つと大量死が出てきますね。オーストラリア魚大量死。うん南東部で魚が大量死。洪水と猛暑が続きっていう。すごいっすよこれめちゃめちゃ。 うんあ日本でもそうっすねイワシがありましたねうんうんうんそうだからうんいやマジで本当にやばいもう映像見て映像っていうか画像見てみなんかあ,あのマジでうんとねこれまああんまりまあ見たくない人もいるだろうからこれちょっと画面に映すのやめるわまあ見たい人ちょっとあのグーグル画像検索でオーストラリア魚大量死で調べてみもう本当に一面だからねうん一面一面そうそう酸素不足とかねうん あのなんでかっていうとこれこれもねあのこの前あの鉄板焼き屋さんで聞いた話なんですけどこれねあの鉄板焼き屋さんのシェフがこうねあの僕いろいろ鉄板焼き屋さん行くとてかまあ対面でこうねあのカウンターとかに座ってご飯食べたりする時ってあの必ずシェフとこうなんかいろいろこう。 お話すするんですよ何にも知らない人の感じでいろいろ聞くんですよ。そうすると「あのあこいつ何も知らねえないな」ってってバンバン情報くれるんですよね。だからすげえ得なんですよ。あの知ったかぶるよりも「あの何も知らないです」って言った方が知っててももしねもし自分が知っててもそれ何も知らないですって顔してた方が相手気持ちよくなってバンバンいろんな話してくれるんでだからそこそういうところでいろいろ情報を得られるんですけど。うん、あの今この今こ えーと気温が上昇すると何が起きるかというと気温が上昇すると海水の温度が上がって海水の温度が上がると何が起きるかというと海藻が死ぬんですよ海藻が海藻が死ぬと海藻ってめっちゃ酸素作ってるんでいっぱいその海藻が死ぬことによって魚が呼吸できなくなるんですよそうすると魚が大量死するっていうそういうことになるんですよねうんそう っていうねまあそんな話もちょうどついついこの間そんな話をしたばっかなんですけどつい1週間2週間ぐらい前にねうんそうなんですよだからそうやってあの魚がどんどん死んでいってしまうんですようんあサンゴとかもそうですねサンゴとかもそうですそうですうん富山でも今日ホタルイカが大量に漂着しちゃうえー、じゃあ今年や今年ホタルイカ不え不良かな ホタルイカ今時期だよ一番うん一番時期ですよ今もう皆さんちょっとこれは本当にあのねやっぱね旬のもの食べたいっすよねやっぱり今旬のもの一番このしここが旬であ今年不良あそうなんだああそうなんだねうんあのねこの時期のねホタルイカのね あのお気づけはマジ食わないでください。お気づけはクソまずいんで、うん。お気づけはクソドブなんで、マジ食わないでほしいですけど、ホタルイカの生です、生。生のホタルイカで、こう、ぺったンんってなってるホタルイカじゃなくて、ぶんぶくに膨らんでる、もうなんか、あの、なあの3歳児の宝径チンコみたいな、あの、やつのホタルイカがあるんですけど、それ、マジでうまいんで、ぜひ。 ぜひ、あの、今年、機会があれば、あの、ちょうど、えっ、ー、と、ここから4月の末まではないかな、まあ、ちょっと、海、まあ、ね、温暖化も進んでるんで、まあ、4月の半ばぐらいまでかなか、4月の半ばぐらいまでが、あの、今、ちょうど、あの、ホタルイカ食べ頃なんで、はい、あの、酢味噌で食べないんですよ。酢味噌で食べないんです。それじゃダメなんです。それじゃダメなんです。塩です。 塩で食べられる、塩であの食べられる、あの、ホタルイカを、ぜひ、あの、皆さん、ご賞味ください。はい。これ、もうほんと、世界観変わるっすよ。ほんとに。うん。めちゃくちゃ美味しいんで。はい。っていうね、えこれは、もう、塩ちょちょって吸って、あの、あと、カボスとかでね、カボスとか、すだちとかでね、ちょんちょんってつけて、あ、うん、うまいってなるんでね。<laughs> 死んじゃってる魚はもう食べれない。うん、死んじゃってる魚はちょっと危ないですね。なんでかというと、あの中の寄生虫とかが。 もう中でこう死んじゃってる魚の中で育っちゃってるそこを餌にしてねうんはいなのでちょっとあんまり死んじゃってる魚はあんまり良くないですねっていう,う,んそう塩と塩とねあのカボスかぼすかすだちかどっちだったかなあれこの時期だとどっちですかね分かんないですけどどっちか分かんないですけどすだちかカボスですねあの一番美味しい僕が本当に一番好きなのはあのホタルイカの軍艦が一番好きなんですよ あのちょっとシャリちょちょちょぼっとシャリがあってその上に。 あのホタルイカがもう4尾とか5尾とかいやイカだからハイかなどっちなんだろうねホタルイカはじゃあハイにしとこうか一旦えー、いなんか5杯4杯か5杯ぐらいこうゴボゴボってもうパンパンのやつがあってでそこになんかあのすだちだかかぼすがこうちょこっと絞ってあってであのー、もうカウンターに出してきてシュッて絞ってくれるんですよシュッとそこに塩サ,サッとかけてくれてそれをもうパクッとくるうわー ううまいいっていうね、あのー、僕ホタルイカ昔ダメだったんですけど、あのー、昔まだ築地市場だった頃に場、あのー、外の,あの寿司屋で食ってめちゃくちゃ美味しかった。 うん、それ以来ねちょっと僕はねホタルイカが一番好きだなっていうねうんそうっていうこともありましたけれども、うん、旦那は一旦冷凍せず生を食べて寄生中にでも今あれですからねあのパルスパワーっていうあのど,どこの大学だっけななんとか海洋大学じゃなかったかななんとかあ違う、えー、あれ海洋大学じゃない東大かな京大かなどっかなんかどっかの大学が発明したんですよ。 一旦冷凍しなくてもアニサキスが死ぬ方法アニサキスを絶滅するあの根絶する方法あのパルスパワーって言って電気流すんですよはい昔あの今はそうま,まだまだそんな普及してないですけどパルスパワーっつって電極つけてブーンって電気流すんですよそうするとアニサキス全部死ぬんですよはいだから多分今後はそうするとあ熊本大学か そう、パルスパワーっていうあの、なんか、なんか謎のアニメの必殺技みたいな名前なんですけど、パルスパワーっていうもので、電極バンバンってつけて、バーンって電気流して、それで中の、あの一切表には傷つけなく、傷つけずに、あの中の寄生虫だけ全員、全部殺すっていう、はい、そういうのが、あの熊本大学となんとかなんとかなんとかっていうところがこうコラボしてねあの、そういうのを作ったんですよねっていう。ははい、はい、はいい そう電磁波みたいなあー電磁波っていうのもダイレクトに電気じゃないかな多分うん電磁波ではなく電気だと思う多分うんそうそうっていうねうんあーアニサキスはもう肉眼で全然見れますよ全然見れます全然見れますはいっていうねうんそうパルスパワーされたもの今どんだけだろうねどんだけそれが普及してるのかどうかわかんないけどもう3年23年前のえー、23年前に開発。 えと成功してっていうそういうのだったんで特にそれがその後問題なければ多分それが普通に今後市場にこうそういうパルスパワーでねあの魚をあの締めたやつが出回るんではなかろうかなと思いますけどそうすると一回冷凍しないからなんか鮮度もなんか抜群だよねっていうのもありますしアニサキスはマジであの食っちゃうと七点抜刀する痛みだって言いますからね本当に。 そうあのめちゃくちゃ痛くてもう転げ回るっていうんでだから本当に生魚気をつけてくださいね本当にね、えー、あの魚卵なんかにも結構いますからねあのそれであのトミックっていう YouTuber が一回炎上した,したじゃないですかあのコンビニの、えー、たらこマヨネーズ明太マヨのおにぎりの中のアニサキスを探すって言ってコンビニの明太マヨのおにぎりの中からアニサキスこうやって。 ピンセットでブン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 出してきてそれでもう二度とえ明太んマヨのおにぎりが食べられなくなったっつってあの大炎上したことがあったんですけどうんあのかくいう僕もですねそのうちの一人でして僕もともとあのファミマの明太マヨおにぎりスーパー好きだったんですけどそれを見て以来一回も食べてないですねうん。 も食べてないです僕もちろん死んでるんですよ。もちろんあの加熱処理されてるんで、はい、加熱処理されてるんで、あのー、<laughs> コンビニおにぎりの中の明太マヨの中のアニサキスは死んでるんですよ。当然、当然ですよ、それは。当然死んでるんですけど、やっぱニョロニョロって、こうアニサキスって白い細長い、こう、長いやつなんですよ。 寄生虫なんすよそれがもうニョロニョロニョローって出てきてこうビューンって出てきてもうそれを見ただけでもうああ俺も無理だ食べられないってなって食べられなくなりましただから僕もあのトミックのこと大嫌いですはいあのー、なんならその前から嫌いですなぜならば顔がキモいからですあのー、顔が嫌いですね基本トミックは <laughs> っていうね、えー、だからそうあのー、俺はそう明太マヨ食べられなくなっちゃったねそれでね、うん、俺は一番明太マヨ好きだったけどね正直でもだからうーん昔では食べなかった昔本当にそれこそ若い頃っておにぎりの中で一番じゃあコンビニでおにぎり食べますってなった時に一番最初にまず真っ先に何選ぶかって言ったらツナマヨだったんですよね。 シーチキンマヨネーズ僕一番最初それ選んでたんですけどいつからかまあまあもうコンビニご飯を基本的に僕は食べなくなったんでしもう何年か前から34年ぐらい前ですかね4年ぐらい34年ぐらい前から僕はコンビニご飯を基本では食べなくなったんですけどなんでかっていうとあのコンビニご飯っててきめんにお腹にズンってくるんですよ、うん、でそれがずーっと引きずる次の日の昼過ぎぐらいまで続くんですなんか 芋種みたいいなのがそううっていうだから、あのー、コンビニ飯をもう僕は食べなくなったんですけどコンビニでおにぎり買うってなったら昔はツナマヨだったのがいつの間にかもう一番真っ先にパッと取るのはえ昆布ですね、うん、次梅っすね、うん、で次が、えー、まあおかか鮭かしゃけかって感じですかねうん。 そうっていうまあそんな感じなんですけど、はい、はいはい僕としてはね、ええ、なんかあのー、やっぱ味覚がなんか大人になったのかうんなんなのかわかんないですけど高菜明太おにぎりだからそこにお前兄貴サキスがいるからね兄貴サキスが兄貴サキス <laughs> 食べられなくなる。食べられなくなるやつ。うん、ていうね。そう、そういうことなんで。やばいっすよ。うん。俺のお腹の中の線虫、いや、にねえし。うん。本当に。あさりしぐれ、そんなねえし。うん、そんなねえし。さけ。あでもあのー、ローソンのハラスハラスじゃなくて、あれ、ハラミだっけハラミって書いてあったかな。あれ、すごい好きだけどね。<laughs> おかずは何食べるえでもおにぎりのおかずって言ったらさ正直もう決まってるくない唐揚げと卵焼きでしょこれはおうマジでキシウメ俺軟膏梅派だね軟膏、うん、梅派だね俺は、うん、そうそうそういや,いやおにぎりのおかずっつったら絶対にそうでしょう。 いやおにぎりのおかずは唐揚げと卵焼きだよ。何言ってんねん。うん。マジで。それい番うまいやん。ファミマのスパムおにぎり。お前どうかしてんなお前マジで。あスパムおにぎり。バカがお前お前のそのコメントスパムしたのかい。なあ。うまいこと言った。うまいこと言ったな。決まったな今決ま。ったな <laughs> いやでもさあのあまあまあたまあまあそりゃベストメンバーで言ったらね、うん、ベストメンバーで言ったら、うん、おにぎりのおかずにアメリカンドッグ食うやつお前どうかしてんのかお前マジでなあおにぎり片手にお前ケチャップとマスタードぶっかけたお前アメリカンドッグ食ってるやついたらこいつクソデブだなって思うわマジで、うん、こいつお前もともとポテンシャルがクソデブだわって思う俺普通にごめんだけどうん おにぎり食べたらおかずいらんは、うん、バカじゃねえのかうん前半不調だった分取り返せたら何が前半不調だお前ふざけんなお前絶好調だお前ず,ずっとお前今日、うん、テリーとの唐揚げと玉焼きな誰がお前誰がお前,がお前いつどこでそのタイミングどのタイミングで行くねんその店、うん、いやそれがさいやでもそれがさあの昔ね俺あの三軒茶屋に住んでたことがあるんだけどうんあの三茶でさ 昔おに,びおにぎりバーがあったわけこれたまにこの話するんやけどおにぎりバーっつってもそこ本当にカウンターが5席ぐらいの本当にちっちゃい本当に間口のお店なんやけどさカウンターが5席それだけのお店でそこ行くとお寿司屋さんみたいにショーケースがここにあんのそうあのか。あの回転寿寿司司じゃないお寿司屋さん 行くとさここにショーケースみたいなのあるじゃんか透明のショーケースでそこ冷蔵されててさでその中に寿司ネタがこう並んどってみたいなそうそういう感じになっとってそこに例えばじゃあツナマヨ梅なんか昆布でなんじゃかんじゃってこうあるわけなのよんーでなんか変わり種のこうネタもあってさなんか例えばしまあ変わり種じゃないけどしらすとかさじゃあ,あのカニ味噌とカニの実を和えたやつとかさなんかめっちゃいろんな種類があんのそう でなんかあの逆に言うとあのミートボールとかさ、ね <laughs> なんか、ああ、子供さん好きそうやなみたいな。まあでも言うて、俺も未だに石井のお弁当くんミートボール、スーパー好きなんだけど、そうあの石井のお弁当くんミートボール1つとご飯んジャワー1杯いけるからね、俺。 マジでそのぐらいあの米好きだから俺。でまあまあそんなんでこういろいろこうあるのよ。例えばねじゃあ、えっと、牛しぐれ煮とかさなんかえっとじゃあ豚の角煮とかさなんかそういうのいっぱいあんのよ。そこでなんかもうあのおかずはなんかタコんあのそのおにぎり以外でのおかずはタコんウインナーとえっと甘い卵焼きと甘くない卵焼きとでえっと豚汁あおさの味噌汁なめこ汁で えーとあと何があったかなうんと唐揚げか唐揚げとかなんかそういう感じのなんかおにぎりに合いそうなものがこうああと,、えー、と銀だらの西京焼きもあったかで鮭の普通に焼いた方のだけの焼いた鮭もあったしそうなんかそういうのがあってさそこ俺めちゃめちゃ好きでさ俺そこよく行っとってそう一時期ね うん、あれ超うまいよね。なんかね、そのなんかす,すげえいいよね、おにぎりバーってね。うん、本当に。あれ最高だなって思うけどね。おにぎり専門店いいよね。うん。そう、だからそう、甘くない卵焼きと甘い卵焼き両方あった、そこ。 うん、だからすげえななんかすげえなーほんとなんかあ極めてんなと思ったけどねうん西京焼きいいよね俺もね、あのー、銀だらの西京焼きマジで好きでそうなんかずっと食べてられるあれほんとになんか焼き魚あんま好きじゃないでも一時期ね塩サバにクソハマった時期があってなんかに2年くらい前に毎日塩サバ食ってたわなんかいろんな店行っちゃ塩サバがありゃ食うっていう。 そうっていうねいやでもおにぎりはねマジいいと思うよ本当になんかおにぎりばあれなんか客席5席しかなかったからさだからなんか回転数的な問題で多分潰れちゃったんだけど割とすぐ潰れちゃう1年1年ちょいぐらいで潰れたんだよね多分ねうんある日突然なくなってたんだけどそう あれはねうん,なんかもうちょっと続いてほしかったけどまあ多分回転数的にちょっと厳しかったんだろうね多分ねうんいやあさの味噌汁確かにたまに食うとクソうまいよねうんわかるわかるなんか,か俺は多分その選択肢だと俺間違いなく豚汁頼むんじゃうんだけどもし豚汁食い終わってもう一杯もうちょっとなんか味噌汁あるといいなって時になんかこう ね、もう一回アオサとかたまに頼むじゃん2番手とかでそうするとアオサの味噌汁って芯から来るなって思う時あるよね <laughs> マジでいやでもテイクアウトのおにぎり屋さんはいっぱいあんのよ、うん、いっぱいあるいっぱいあるだから渋谷とかにも前もあったしそう今もあんのかなどうなんだろう渋谷のあそこはえっ、ー、とファイヤー通りの方に抜けるあの道は何て言うんだっけな、うん、何とか通りっていう道にあるうん そうそう最近お魚も高いあれ愛知の何ウオウオタロウのトロサバトロサバ一個のために愛知まで行かないごめんけど広島の武蔵あ武蔵行きたいね武蔵ねうどんとおにぎりのお店ね ああ、いいね。武蔵行きたいなー。それは確かに。あの、だって、関東人の俺ですら武蔵知ってるレベルだからね。うん、マジで。そう、関東人の俺ですら知ってる武蔵うん、本当に。いや、おにぎり場いいよね。うん、そうそう。っていう、おにぎり場最高だよね。うん。 武蔵,ね、武蔵のおむすび弁当はマジ食いたいわ一回そんなにうまいのかっていう何がそんなにうまいねんっていうおにぎりで何がそんなにうまいのかっていうさでもみんな口揃えて言うし、うん、であのー、例えば芸能人とかでも広島行ったら武蔵って言うしね、うん、広島でなんかこう番組呼ばれてね仕事で行ったりすると絶対武蔵は食って帰るっていうからね うーんそうそうっていうね仕事でこだわりの店やればいい嫌だ俺がこだわり出したらコストがかかる <laughs> マジでこれこれがめっちゃ押してたああこれこれも言ってたんだうんでもあの広島の人で多分武蔵知らない人いないよ多分うんそうっていうで武蔵あのー <laughs> 確かね、広島のうどんもね、腰の内系のうどんだったと思うんだよね。あの俺ね、うどんはね、腰がない、なんかうどんの方が好きなんだよ、俺。そう、っていうね。うん、魚、まあまあ、最近好きだね、割と。でも生魚はそんなに好きじゃない。だから、お寿司がそんなに好きじゃないからね、俺ね。うん。おにぎりは塩加減と握り方わかんない。なんだろうね。だから、俺も武蔵食ったことないから、なんとも言えないんだけど、そう、なんか有名だよね、やっぱね。うん 薬入ってるのを疑ううくらいうまいらしいいいましなんかねそんなそんなんよく聞くけどねだから一回一回どんなもんか食ってみたいけどね武蔵のおにぎりねそうあのおにぎり弁当なんか枝豆と枝豆おにぎり弁当確かねえっ、ー、とおにぎりと枝豆とキャベツかなんか入ってんじゃなかったかななんか,かん、ね、なんかよくわかんねえんかよくわかんねえもん入ってんだよねでもなんか全部うまいらしいうんそうでなんか武蔵のうどんもおいしいっていうしね うん、そうそういつか行ってみたいなと思うけどねうんはい寝てた、うん、寝とけ寝とけお前何で起きてんねん、うん、寝ろやうん武蔵のおにぎり本当に麻薬入ってるぐらいへえおにぎりはのりやがあった方がおいしいまあ確かにねうんまあ鬼がない俺んだっけえでもさ俺さマジでさ いやこれごめんね。いやごめん本当に。えコンビニの塩おにぎりよく食べるよって人いますコンビニの塩おにぎり食べますっていうよく食べますっていう人、うん、いませんかいなければ話すしいっぱいいるなら話しません。<laughs> あ,あ食べる。あコンビニの塩おにぎり。うん <laughs> あのー、あ、一人だけっすかあんじゃあじゃああ,あけけあ,あ結構いる結構いるあ,あ結構出てきたポロ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 ああははあ、じゃあやめとこうかな <laughs> じゃあやめとこうかねうーんマジでうまい店は何を食べてもまあそうだろうねうーんそう <laughs> それしか食べないえ嘘でしょ たまに食べる。ええ、じゃあ言わないほうがいいかな言っていいえっと、ま、あ、これ別に、うんと、塩おにぎりに限らずなんだけど、うん、これは塩おにぎりに限らずなんだけど、えっと、ごめんなさいね。本当に皆さん、コンビニのご飯って、 油と一緒に炊いてるんですよ、ね、はいあのなんでかっていうと油と一緒に炊かないと米がすぐ硬くなっちゃうんでコンビニのおにぎりがずっとこう並んでるじゃないですかあれがなんで硬くならないんだろうって疑問に思ったことないですか皆さんは普通お家で炊いたご飯をおにぎりにして あそこにこうあの時間置いておいたら多分ほぼほぼバキバキになるじゃないですか。ですよね。これ <laughs> あのー、それがなぜならないかっていうとはいコンビニのご飯にはあのー、油がですねあのー、一緒に炊かれているまあこれ本当ですかっていうかまあ まあ一部のコンビニにはね一部のコンビニまあ全部とは言わないですけどはい一部のコンビニということにしておきますけどで塩おにぎりになってくるとそれも油と塩と米の飯なわけじゃないですか結構きついですよねだからあのコンビニのおにぎり食べた後ちょっと胃もたれしたことないですか うん、あれはねえっ、ー、とねその米を炊く用のなんかちゃんとしたなんかそ,それ用の油っすねうん俳優 <laughs> なわけねえだろ色つくわ、うん、色がつくバカうんそうっていうね、うん、そうなんですようんで家いや家で炊く時に油入れるとだからあの な何て言うんですかねえっ、ー、とコンビニのおにぎり食べて胃もたれする感覚になる人いないですか俺それになるんすよコンビニのおにぎり食べると胃もたれする感覚になるんす,すごい何でおにぎりしか食ってないのに胃もたれするんだろうって思うと要はそこなんすよねっていうはいっていうねでまあまあそれがまあでももしかすると人と昔前のもしかすると情報かもしんないんで 今はどんどん技術が上がってあのー、油じゃなくなったのかもしれないんですけどうんそうそうそうっていうね。うん だからまあそこに関してはちょっとあのその気になる方はあのご自身でちょっとソースを調べてみてください。ソースっていうかそのご自身でいろいろ調べてみてください。これがだからもしかすると僕これ正直ちょっとまあ結構前の情報なんであのちょっとこれもしあの自分の中でこれ更新できてない情報をちょっとお話ししてしまった感じになるんでまあちょっと気になる方はねあの健康とかそういったものに対してちょっと気になる方はあのご自分でちょっと一応調べてそれで自分で確信を持って。 であの買うかか買わないかを選んででいただけければと思うんですけど、うん、っていうねうんところなんですよねーっていうでも俺はねまあ実際本当にあのコンビニのおにぎり食べるとめっちゃ胃もたれするんですめっちゃ胃もたれしますはいなのでそうカレーが胃もたれするうんそれ多いですね <laughs> あでも、チェーン店っていうか、あのー、ファミレスとか、あとコンビニとかのカレー食べると、俺、マジでてきめんに腹やばいっす。腹壊します。多分おそらく、小麦粉の量だと思います。僕、小麦粉食べすぎるとすぐ腹壊すんで。うん。そうそうそう、っていうね。うん。そうなんですよ。僕、あのー、お腹壊すんで。 そう小麦粉食べ過ぎるとだからあのコンビニのカレーとかあのー、ファミレスのあのー、カレー食べると俺もうてきめんっすねてきめんっすマジで腹壊すっす普通にうんそうっていうだからまあまあその辺もね、あのー、ご自身でお考えいただきながらまあそうっすね小麦粉とか結構入ってるんでコンビニとかファミレスとかのやつはねうんそう だから僕あの本当に例えばじゃあ,あのこ,この中で一人暮らしの人ってあんま少ないんですかね一人暮らしの人とかカレーたまに食べたくなるじゃないですかでもなんかなんかこうじゃあ例えばココイチはなんか俺かココイチめちゃめちゃ俺カレーの味合わないんですよ、うん、なんかあのコクがないんでなんかこうやっぱカレーってコクがあってなんかうまってなるじゃないですか そのコクがないんですよねあそこのココイチのやつってだからそうするとじゃあどこのカレー屋さんかなっつってカレー屋さん探すんですけど、まあ、うまいカレーってあんま見つかんないんですよね俺いまだにやっぱりついこの間まで俺好きなカレー屋さんが一軒あったんですけどあの久々に行ったら味が落ちてたんですよでそれで俺の中の選択肢からそこもなくなっちゃったんでもう俺カレーといったらもうそこに行けばもう安心してカレーが食べられると思ってた場所が。 食べられなくなくっっちゃったんでだからどうしようかなっていう,うーんところでちょっとまあカレー迷ってるんですよ今カレー迷子中なんですけど僕今あのカレーは1人分で家で作るともうなんかもう一人暮らしで家で作るともう4日はカレー食わなきゃいけないじゃないですかねそういう時に一番いいのが もうスパイスでやっちゃうんですよ、うん。しかも、あのひき肉買ってきて、そう、あのドライカレーみたいにしちゃうんですよね。ひき肉に、それこそカレーのスパイスって、五種類ぐらいあり作れるんで、そう、あの、まあ、なんか、なんとなくググれば、なんかググって、えっ、ー、と、五種類ぐらいのレシピ見れば、あ、だいたい共通している。えっ、ー、と、スパイスって。 なんかそれぞれみんな,なんか隠し味に何か入れるみたいなそういうのがあるんですけどだいたい5種類くらいのレシピ見ればだいあのあ,あのスパイスカレー」あー「あコールドスパイス」こスイス「このスパイスこのスパイス」「ああなるほどね」って分かるんでその共通してるスパイスだけ買ってきてでそれであのまず油フライパンに油引いてでそこにニンニクいっぱいバーっとぶっ込んで。 そうそうキーマ、キーマカレーっていうよりもドライカレーに近いんですけど、そう、あの、ひき肉バーってあの、あ、ひき肉じゃない、あの、フライパンで、あの、油でこう、バーって、あの、何でしたっけ、ニンニクで、こう、バーって炒めるじゃないですか、ニンニクと玉ねぎだけで。ニンニクまあ、ある程度色ついてきたら、玉ねぎポコーンと入れて、バーって、また透明になるぐらいまでやってで、そっからひき肉ダバーンってぶち込んで、で、それでなんとなく混ぜて、 である程度ひき肉に火通ったらあのひきひき肉って油出てくるんでその油だけ全部一回捨てちゃって捨てちゃってとか避けちゃってでそこにスパイスバーってぶっこんじゃってそうでそれでなんか油の具合とか見てでちょっと足りなければもう一回ちょっと油戻したりして調節してもう,もうマジでものの10分で1食分のカレーが家で作れるんですようん。 これ抜群にいいんでぜひ、まあ、ねやっていただきたいなっていうあの一人暮らしの方々はねうん僕も今最近はもう全く一切自炊しなくなったんで100%外食なんで僕はもっとなのであの最近はやってないですけど、はい、どうしてもカレー食いたくなったら自分の一番お気に入りの味を自分で作っちゃえばいいです、はい、それが一番ですねうーん そうね。というまあことなんですけど、えー、なんとなくちょっと僕、そろそろ曲が聴きたいなってなったんで、うん、1時までツイキャスやっていいですか ?1 時まで、はい。YouTube この辺にしまして。はいあのー、今日あんまりなんかずーっと今日結構喋ってたんで、はい、なのでタバコも巻き巻きできてないし、はい、あのツイキャス1時までやっていいですか あのまあ、40分とかそんぐらいしかないですけど、うん、なのであのツイキャスはあの僕の概要欄見ていただければ <laughs>、はい、でツイキャスアカウントなくてもあのブラウザでこの URL 踏んでいただければブラウザでコメントはできないですけどアカウントないとコメントはできないですけどあの聞くことは全然できるんで、はい、あのツイキャスだとあのジャスラックと提携してるんであの音楽いっぱいかけれるんですよどんな音楽でもかけれるんですよ はいなのであのー、ツイキャスに移動してちょっと音楽を聴きながらねいや400人来ないですね多分ツイキャス移動したら30人ぐらいじゃないですか <laughs> 多分ねはいっていうことでございますんでまああのこの後ちょっとあのツイキャスの方にね移動してあの。 配信続き引き続きやりたいと思いますのでもしあの音楽ね、えー、好きな音楽が好きな方とかねなんとなくどんな話するのか気になる方ね、えー、あのツイキャスの方にも来ていただければと思いますはいということでございました今日はねあのいつもよりちょっと多めの方々が来てくださいまして、えー、楽しかったでございますありがとうございましたであの今日スパチャくださった方々もありがとうございましたありがとうございますはいということで今日も皆さん長々とお付き合いいただきましてありがとうございましたそれでは皆さんまた次回の配信でお会いしましょう 皆さ,んさよならバイバイ。